はいえー、皆さん、こんにちは。入門講座、えー、全体構造編第1回目の講義を始めます。担当レッスンに講師森剛です。よろしくお願いします。はいえー、ということで、えー、と今日からです、ねえーまあ、入門講座の1回目が始まるわけなんですけれども、はいまあ、そはその全体構造ということで、まあ、そもそも全体構造って何なのかというと、まあ、法律をこれから学び始める皆さんに向けて、まあ、おすすめ。 のご勉強法であったりとか、まあ、法律は全体的にこんなもんですよということをご紹介していきたいと思っております。で、えー、授業で使うものはですね、このレジュメというものと、たまにこういう臨時レジュメというのを発行していますので、えー、それはもうその当日とかに出すこともありますので、き、まあ、今日はこういったものを使います。あとは、えー、っとこのセブンサミットといって、レックのあテキストですね、はいこれえー、この3種類を使っていきます。 であとですね、あの今日は別に皆さんお持ちでなくてもいいんですけども、あのまあ、法律の勉強するときに非常に役立つのが、この六法っていうものなんですけども、で大学に入ったら多分、分あの最初に六法って買う方多いと思うんですね。で、これ、何を買えばいいかって話なんですけども、別にあの何でもいいです、基本的には。あの私も別にあのこの六法ですよって指定しませんので。 で私は、まあ、あの今年に関してはこのデイリーロッポっていうものを使おうかなと思ってて、で本当これどれでもいいんですよ。ちなみに去年はあのこのポケットロッポっていうのを使ってたんですよね。で、あの違う種類のロッポを使ってるんですけども、な、ま、ん、あ、でかっていうと、あのまあ、同じロッポばっか使っててもなんかあれだなと思って、あの変えただけです、気分で。あのロッポって毎年その新しく法律になるんで、新しいロッポ出るんですけども、まあ、毎年買うかはないわ、それ皆さんお任せします。 はい、別に必ず新しいものでなきゃいけないというわけでもないと思うので、大学先生,生とかに確認してくれたらいいんですけども、大学生の方は。まあ、その中でどれでもいいんで、なんか去年と違う会社の買おうかなと思ったから、えー、去年はポケット六本で、私は今年はデイリー六本にしてますけどもで、迷うんだったらやっぱどっちかかなと思いますね。あのポケット六本かデイリー六本か。他のでも全然いいです。大学生の方で、なんか大学がなんか指定してるとかもしあれば、まあ、それ使っていただけたら全然いいと思います。 で今日別にお持ちじゃなくても持ってで、次回以降も、まあ、ちょっとロポを自分で買うのもちょっとまだ悩んでてっていう方とか、まあ、司法試験以外の講座を受ける、講座っていうか試験を受ける予定で、これ聞いてる方とか、ロポを買いませんという方は別にあの買わなくてもあ大丈夫です。はい、でそんなときは、まああの,ロポはあのこは講義の中でここ引いてくださいとかって言って、あのこう ご指摘するんですけども、あのまあ、ちゃんと情報を読むので、ね、読んで聞いていただいて理解していただいても全然いいですし、あとはあの携帯とかスマホで調べても全然構わないんですよ。なんか民法200条を引いてくださいって言ったときに、携帯で民法200条を引いてもらってもいいんですけども、それであんまりお勧めしないのは、実はその携帯であの法律引くとあの、まず重いんですよね、データがね。で、なかなかアクセスしないっていうのと、あとは非常に見づらいんですよね。あの 公式ホームページ、公式っていうか、公式に政府が出しているあの法律検索ってできるんですけど、非常に見にくくて、バー、スクロールめっちゃしなきゃいけなかったりとか、扱いにくいので、まあ、基本的には6本持っていたら、6本を持ってきてください。で、なくても別に受講はして構いませんという感じになります。はい。で、えー、っと、今日こちらね、あのまあ、この全体構造レジュメントの基本的にこのレジュメをまを、あ、この画面に移して、まあ、1枚目からやっていって、で、適宜このセブンサミットの中身何ページ見てくださいみたいな感じで進めていくんですけども、 えまず最初にですね、あの今、6本の説明をしたんですけども、であの筆記具の説明をするとあの、これ、私、この4色あのボールペン、まあ、消せるボールペンなんですけども、これ、ずっと司法試験受験生時代からこれ、愛用してて、今も同じペンずっと使ってるんですけども、これ、非常にお勧すすめで、大学生の方とか、特にこの4色ボールペン、消えるやつ買ったらいいんじゃないかなと思うんですね、あのまあ、知ってると思うんですけど、こうやってこう、書いて、あのこう消せるやつですよね。 司法試験本番でも非常にこれ、役に立つんですよ。司法試験以外の試験でも、もしこういうの持ち込みでいいんだったら、非常におす,すめで、4色あるっていうのは、あの問題文の分析にいっぱいいろんな色を使いたくなっちゃうんですよね。で、やった後に消せるってまた素晴らしくて、これ本当に私、司法試験に一番役に立った文房具、これなので、まあ、司法試験以外の試験でも、あのこういうの使えるんであれば、ね、おすすめです。これは司法試験で、えー、問題分析にめっちゃ使いました。 でただ、答案は、あの論文式の場合は、ボールペンじゃなきゃいけないという規制があるから、答案はあの消えないボールペンね、インクのボールペンで書くんだけども、あそのメ,モメモ用とかにこれ使ってましたね。はいまあ、そんな感じです。ではですね、えー、最初に、えー、とこの序論、えー、第1編序論第1章、司法試験合格への道っていう話からしていきたいんですけども、実はこの1編1章っていうのは、あのセブンサミットの目次の、えっ、ー、と、 ここの一編一章とかこれに対応してます私の作るレジュメは基本的にこのセブンサミットの目次の一編一章一節とかに対応させて作っているんですけども中身は必ずしもセブンサミットと同じとは限りませんあのセブンサミットの中身を私なりに解釈したりとか付け加えたり削ったりいろいろしてるので中身は一緒じゃないんだけども目次は基本的に一緒なのであ,のこうあれどこの話してるのかなっていうのが目次この ペンとか説を参考に、ペとか章とかね、お参考にしてください。うん、で、じゃあ、まずは、地方試験の概要っていうのをちょっと皆さんにお伝えしたくて。 でこれはのもちろん司法試験を目指している方以外の方も聞かれているかもしれないんですが、とりあえず、一旦ま司法試験ではそんなもんなんだってあの、まあ、参考程度に聞いていただくっていうのと、あとは、少なからずやっぱ何らかの試験は目指す形でこの講座聞いてくれている方が多いと思うのであの、もしご自身が受ける試験が司法試験じゃなければ、私のここ話す内容を参考に、皆さんも皆さんなりに、ご自身が受けようとしている試験のこういうものをあの自分で調べてみてください。これ、めちゃくちゃ大事な話です。 なので、えー、ここでは司法試験を取り上げますが、あの他のものであれば、他のものであの調べてみてくださいで、えー。まずですね、司法試験の概要を確保、格子調べと書かせていただいておりますけれども、格、ま、子、あ、調べっていうのは、これ、レック調べじゃなくて、私の個人的な調査ですあの。法務省のホームページとかに載っているデータを分析して、ここに載っけています。万が一、ここに書いてある情報が間違ってたら、それは私の責任ということになります。はい でえー、司法試験の概要ですね。司法試験はあのーまあ、司法試験と予備試験って分かれるんですが、まず司法試験から説明します。えー、合計4日間試験を行います。えー、1日目、2日目で中日っていって、まあ、休み挟んで、えー、3日目、4日目っていう形で司法試験は進んでいきます。はいでえー、1日目、えー、3科目行われます。これ、論文ですね。論文3科目で、えー、選択科目、憲法、行政法という3科目を行います。 で、2日目は民法、商法、民事訴訟法を行って、で、中日という休みを挟んで、3日目が刑法、刑事訴訟法。で、4日目は担当式試験って言って、これは論文と違って、あのマークシート式の試験がありますので、それが最終日に行われますと。はい、まずこれが試験科目ね。で、えー、次に大事なのは拝点です。配点まず、論文式試験。 3日目までの試験ね。3日目までの論文式試験っていうのは、えー、各科目100点満点で、えー、採点されるんですが、実はこれがそのまま100点満点であの成績出すときに使われないんですよ。この100点満点を、えー、175点に計算し直すっていう行為を行うのよね。だこれはなんか大学入試とかで、あの、 共通テストと、大学入学、新しい名前なんだったっけセンター試験世代なんで新しい名前なんだったっけ大学入学テスト、共通テストあったじゃないですか。あれと二次試験とで、なんかバランス変えたりする大学があるでしょあれと似た感じだと思ってください。担当式試験と論文式試験で、なんかバランス変えるんですよ。てか、同じ期間がやってるのになんで最初からそのバランスにしないんだっていう謎のワン、<laughs> ちょっと残るんですが、なぜか最初100点で計算しといて、それを175点に直すという操作を行って、 で担当の配点は、民法が75点、憲法が50点、刑法が50点なんですね。なんで、担当は、えー、これそのままです。担当はこの民法75点、憲法50点、刑法50点で、合計175点です。だから、論文の1科目の点数と担当の合計点数が同じになるようにしてるんでしょうね。 だから担当は3科目合わせて175点ですで。ちなみに担当はこの3科目しか、えー、今のところは、えー、行われません。はい、これはあの分かりませんあの。制度が変われば。あ昔はあの違いました。昔は司法試験ももっと科目多かったんですけども、これは年によって変更がありますから、あくまで令和4年の話です。はい、令和4年はこういった話、えー、でした。で、合計が1575点になるんですね。だから、そうです。 でここ注目してほしいのが合格最低点なんですよ。これ、昨年の合格最低点、私調べでは750点なんですね。でこれは要するに1575点中の750点だから、なんと最低点はたったの48%しかありません。半分以下でも合格するんですよね。あ令和4年はね。 あの年によってこれも違いますが、令和4年はなんと48%が合格最低点です。で、最高点は82%です。で、最高点の82%ってこれ、司法試験の試験で82%ってこれはかなり高いです。まあ、当たり前です一番高いんだけども、一番高いものをピックアップしたにしても、まあ、この年高いなっていう印象ですね。8割取るって相当すごいです。はい、司法試験って実は、あのー、 まあ82%がマックスなんですよね、合格の。これ、なかなか他の試験ではあんまない話なんじゃないですかね。何千人って受けて、1位が82%止まりですよ。センター試験とか82%って別に1位でもなんでもないじゃないですか。<laughs> まあそれなりに大学行けるかなぐらいのレベルだと思うんだけど、司法試験に関してはこの82%がもう1位です。で、合格点に至っては48%。これ、非常に重要な話で、つまりあの司法試験の答案っていうのは、あの完璧を目指す必要は全くないです。 分からないところが出ても当然、半分解ければもう受かるんですから。この割り切りってすごく大事なんですよね。難しい試験だって印象はあるかもしれませんが、あのなかなかあの皆さんあの、点数取れていない人がほとんどなので、えーまあ、それは分からなくても全く問題ないです。半分も取れれば OK。 であと、これなんでこんなにあの合格最低点低いんだろうっていうのは、まあ、いろんな理由はあるでしょうけども、まず一つとしては、この論文式試験についてはです、ね、この採点基準っていうのがですねあの、非公開なんですよ。多分これが最大の理由なんじゃないかと思うんですけど、これ、論文の話ですね。答えがあの公開されないんですよね。採点基準が非公開なので、 あの皆さん、あのー、これ今から司法試験、あのまあ、司法試験限らずになるかもしれないけど、法律の勉強するときに気をつけてほしいのが、あの法律、あの論文のタイプの試験を受ける方は、その採点基準っていうのを意識しないと、あのまともに点数取れないです、普通に考えて。ななんとなく 法律の本読んであ、法律のこと分かったわ、この本に書いてあること分かったわと思っても、実際論文、あこれな書けた気になっても、採点基準が分かってなかったら、あの合格はと,ともかくとしてその、いい点が取れるようなことは、それもまぐれで取れることはあってもあの、自分で狙って取るってことは非常に難しいので、えー、採点基準っていうのを意識しないと、あの勉強はあまり意味がないですね。うん、これはもう大学1年のときから知っておいてもらった方がいいと思います、特に司法試験を受ける人なんかは絶対に。 でじゃあ、非公開なんだと。非公開だから、じゃあ、どうやって採点基準って勉強したらいいんですかということになるんですけども、採点基準勉強する方法はいろいろあって、一つは法務省のホームページに、出題趣旨とか採点実感、つまり実際に令和4年たってた令和4年は、こういう趣旨で問題を出しました。 で皆さんの答案を、えー、採点員たちが採点して、こんな感想が、感想が持ちましたよっていう、えー、出題趣旨採点実感っていうのがあって、そこにいろんなことが書いてるんですよ。こういうふうに書いてほしいとか、こういう答案は高く評価した、こういう答案はあまり評価できないとか、それがまあ採点基準のかけらみたいなもんですね。かけらみたいなものが散らばってるんですよで。それを寄せ集める感じです。うん、そうやって、まあ、あの分析します。で えー、これはただ、あの皆さんがじゃあいきなりや,やることができるかというと、まあ多分無理です。あの入門講座をあのまだ受けてない段階、まあ、法律、今から勉強しますという段階で、法務省のホームページ見て採点基準分析することは無理なんですよ。あの書いてること意味わかんないんで。ただ、えー、矛盾すること言うと、初めの勉強する段階から採点基準意識してもらえれば、勉強の効率って格段に上がるんですよね。これ間違いなくて あのまだ大学知年の人とかは、大学の教科書、法律の教科書見たことないかもしれないんですけども、あの書いてることめっちゃ難しいですし、すごい抽象的だったりとか、あの結局これ、どこを覚えればいいのっていうことはあのいっぱいあると思います。それはね、大学の教科書に限らず、変な話、このセブンサミットもそうですね。あのこれ、例えば、まあ、私はね、これ使って講義するので、私はもちろん紙くらいで説明するんだけども、まあ、どこでもいいんだけども、なんだろうな。 こことねまあ、適当に35ページ開きましたけども、ねえー、民法の指導原で、ね、法権社会では人も物も,も同様に権利の客体とされ、一部の絶対的能力者の支配下になった。で、市民社会の時代になると人ともんが純別され、人はすべからく権利の主体として平等に権利能力を与えるようになった。これを権利能力の平等の原則で言うって書いてるじゃないですか。とりあえず、まあ、 まだ司法試験の方とあんま分かってない人は、これ勉強する場合って、これ頑張って理解しようとするでしょあこういうことがこういうことか、なんか権利平等の原則って、青い言葉で書いてるから重要なのかなとりあえず、これを覚えて暗記しようかなとかするじゃないですか。まあ、おそらくだけども、多分それは司法試験は何の役にも立たないと思います。それをやったとしても。 うん、そうなんですよ。じゃあ、なんで書いてるのかっていうと、まあ、それは、まあ、ちょっと何とも言えないんですけどもで、このレックのテキストを批判する趣旨じゃなくて、すべ、ほぼすべての法律の本っていうのは、そうなんですよ。書いてあることをそのまま読んで理解しても、司法試験の点数にはほとんどつながらなかったりすることがよくあるんです。なので、あーそれは、まあ、私が講義の中では、少なくともここを理解して、ここを覚えてっていう、特にここを覚えてっていうところめっちゃ大事で、それは覚えてそのまま書けば、あの基本的に点数を取れるって趣旨で言ってます。 逆に、そこを覚えてそのまま書けなかったら負けちゃうよっていう趣旨で言うので、えー、ここを覚えてって言ったところは、これ、あのー、ぜひ覚えてほしいところなんですね。で、今日は全体構造編なので、あのー、そこは特にないんだけども、具体的に言うとね、これはあのー、司法試験に限らず、論文式試験を受ける方は結構共通でなんですが、どこがいいかな。うん、例えば、あのこの私のレジュメ7ページとかで、刑法の話をね、7ページになったらするんですけども、 で刑法の中で、この摂取とかっていう言葉が出てくるんですよ、刑法の条文を見たらね、いわゆる泥棒です、分かりやすく言うと。泥棒は当然、罰しますよね。その泥棒っていうのに関する条文の中に、摂取っていう言葉が出てきて、で摂取っていうのは、あまあ人のものを取るみたいな日本語なんだけども、これ、法律の世界で定義っていうのがあって、ここでは、占有者の意思に反して、財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を事故または第三者の占有に移すことって書いてるんですね。 これが接種の定義なんですよ。で、これは憲法の、あの間違えた、刑法の問題で、接種が問題になるときは、これは、あの、覚えて、そのまま書けるようにしてほしいんです。そしたら点数が来るんですよ。なので、これはで、覚えてないとこれ書けないじゃないですか。 なんで、こういうところが、採点基準が分かっていれば、あ、ここはとりあえず覚えておこうかと。で、覚えなくていいところと覚えた方がいいところっていうのが分かるようになるんですね。これは採点基準を分析しないと分からないです。で、採点基準を分析しまくったのが、我々予備校講師なので、我々はもうこういうところを覚えた方がいいよってパッパッパッと言えるんだけども、皆さんは自分で勉強するときはそれ最初分からないですから。分かるまでに1年、2年かかるんですよ。普通に考えてあ。それぐらい難しいんです、ここって。 だから、えー、もう分かる私が説明していくんで、そこは基本的に効率的な勉強になるんですね。独学では、あのここに書いてある、ばーっていっぱい書いてるじゃないですか、これが、これ全体構造編だからまだ優しい口調になってるかもしれないけど、もっと難しいんですよね、本論編に入るとね。で、ばーっていろいろ書いてて、これのどこを覚えたらいいのみたいなことが全くわからないで読み進めちゃってもあの、全部覚えるのも、ね、厳しいし、全部覚えても意味ないし。 なんだけども、ここで、とりあえずここは一旦覚えてね、みたいなことが、あのガンガン言っていくので、はい、そういうところを意識してください。で、まあ、そういうのが分かってくると、この半分ぐらいの点数だったら、なんとか取れるようになるんですよね、うん。で、もっともっと高い点数も狙えるようになってきます。はい。まあ50、50,6割ぐらいだったら、普通に取れるように、えーとまあ、なってもらえたらいいなっていう感じで、60%取れたらもう簡単に合格しますね。現状のレベルだからね。って感じです。 で、続いて、まあ、これ、最終合格率。司法試験の最終合格率は、あの46、46%ぐらいです。あの、昨年の場合は。これ、過去最高だったと思うんですよね。めちゃめちゃ高くなってます。あの、まあ、受験者が減ってるっていうのもあると思うんですよね。受験者が減ってきてるので、合格者のてて定数はあんま減ら,な減らさないようにしてるんです。今のところ。これもいつ変わるか分かりません。これ、本当、年によって全然違います。はい。今のところ、高いです。この時期に受けれたらラッキーだと思います。皆さんも。 いつ受けるかはちょっとまだ皆さんわからないと思うん、ねはい、で。次に選択科目って何か説明すると、これ、選択科目は読んで字のごとく自分で選べます。ね、あの好きな科目を。この中から選べますね。倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、えー、国際関係法の広報系か、国際関係法の司法系か。で まあ、とりあえず、これに関してはあのいきなり選択科目を勉強する人はありませんし、r ッ c の入門講座でも選択科目はあの組み込まれていません。r ッ c の入門講座はあの憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の、えー、7科目を教えるカリキュラムになっています。で、これは、まあ、あの本当にバラバラなんで、倒産法を選びたい人は倒産法を選んだらいいし、どれ選んでも構いませんので、まあ、司法試験の願書を出すときにあの、その自分で選んだものをあの 受けることになるので、その時までに決めましょうという形ですね。で、決めたら、それ頑張って勉強してくださいということになります。で続いて、予備試験ですね。えー、予備試験というのは何かというと、司法試験はそれを合格したら、はい、司法修習行ってあ、法律の専門家になれますよという最終試験なわけですけども、予備試験は、司法試験を受ける資格を獲得するための試験なんですね。だから、司法試験って、おおむね予備試験を合格するか、法科大学院に行くかのどっちかじゃないと受けれないんですよ。 これだから46、46%って言っても、これ、誰でも受けれる試験じゃないので、うん、選ばれた人しか受けれない中での46%ではあるんですね。予備試験は、これ、逆に言うと、誰でも受けれます。うん、で、まあ、もしあの、本気で弁護士になりたいと、しかも、弁護士としてあの、なんていうのかな、弁護士、も,もちろん他の法律、そうでもいいんだけども、 何、えーまあ、ていうの,あのいい事務所に入りたいとか、何をもっていい事務所かともかくとして、いわゆるなんかエリートコースを歩みたいという人は、予備試験合格を目指すのが王道かなとは思いますね。本当に就職の時には、あまあもちろんいい肩書きにはなります。うん、これはあのほぼ間違いなくね。 予備試験合格しなくても司法試験は受けれるんですよね、法科大学に行けばね。でも、えー、予備試験合格してると、まあ、あの結構、私は予備試験合格してるんですよ。私は予備試験と司法試験両方受けてて、両方合格して、まあ、その経験者的にも、まあ、あのこれは非常にあの今から、えー、勉強する人はあのおすすめですねあ、目指すのはね。で、まあ、これ、どんな試験なのかっていうと、ま,あ、まずこれね、結構、司法試験に比べて複雑なんです、試験制度は。 で3つ、3段階分かれるんですよた。確かにこれ、年によって変わるんだけど、あの年にな令和5年に関しては、7月、9月、10、11月とか、その辺だった気がするんだけどね、あの多分7月とか2ヶ月後ぐらいにこれが来て、またその2ヶ月後ぐらいにこれが来てみたいな感じあのこれまとめて4日間とかじゃないんですよ。 でえー、予備試験はまず担当からスタートして、担当は、えー、民法、商法経、えー、民事訴訟法、憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、で一般教養科目っていう、えー、この8科目ですねを、えー、担当試験を行います。だから、あのー、司法試験と違って、えー、商法、民事訴訟法、行政法、刑事訴訟法、一般教養科目っていうのが追加されてます。 逆に言うと、予備試験を受けずに、も司法試験、ロースクールから司法試験行きますという方は、ロースクールの法科大学院入試とかにあの、担当のこの科目が出ない限りあり、民事訴訟法科の担当は勉強しなくてもいいということにはなります。してもいいんですけどね、してもそれはそれで勉強になるんだけど、論文対策にも同時になるんだけども、えー、受けなくてもいいことになります。で、えー、それぞれ配点に関しては、この法律科目って、この民法から刑事訴訟法までの7科目は30点なんです。 で一般教養科目か要注意で倍の60点あります。で、合計270点なんですね。これ、すっごい癖者なんですよ、一般教養って。で、この中で、えー、去年の合格最低点はこれ、159点。これ、結構去年低かったですね。年によってこれも変わりますけども、うん、これは、えー、要するに59%ですね、約ね。270点中の159点で、約6割弱。で、最高点はこれでした。230.86%で,でした。 で合格率は22%。もうこの段階で、これ、一次試験なんです、いわばね。一次試験の段階で、あの予備試験の最終合格あ、司法試験の最終合格率よりも,もう低いんで。うん、でね、えっ、ー、と、これ、いくつか補足すると、まず、この一般教養科目っていうのは、これ、去年はですよ。去年はあの合計43問出題されて、 そのうち20問を回答するというせあの形式なんですね。あくまで去年です。年によって変わります。あの20問は固定なんだけど、ここの数字は変わります。何問から選ぶかは。だから、一般教導って本当にさまざまな科目です。法律は基本的に出ません。 えー、世界史、日本史、国語、英語、数学、物理、科学とか、いわゆる大学受験で習ったような科目であったりとか、あとはまあ他のちょっと経済学チックなものが出たりとか、さまざまなジャンルから出ます。文系でも理系でも解けるような配慮がされています。はい、そこからだから好きなものを選んでということです。文系だったら文系の科目を選んだらいいし、理系だったら理系の科目を選んだらいいと思うんだけども、そこから好きなものを20問選びます。で、これだから1問3点なんですね。 1問3点で構成されています。だから合計で60点になっています。で、この予備試験の担当と司法試験の担当のもう一つの大きな違いは、司法試験の担当というのは最終合格点に合算されるんですよねあの。論文の点数と担当の点数合わせて合計点で合表記されるんです。一方で予備試験はこの 論文に関しては、ここ最低点を超えれば、次の二次試験である論文式試験に関しては、この担当の点数は全く加味されなくなります。今度はフラットにこの点数だけで合格を受けます。で、論文は1日目、えー、憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、センター科目、2日目で法律実務科目って言って、民事、刑事の、えーまあ、科目が出て、で、民法、商法、民事訴訟法っていうのが出ます。これ、各50点で、えー、合計500点です。 で、これも、あの、令和4年の合格最低点は、えー、225点で、あ、255点で、約51%。やっぱ半分前後なんですね、合格最低点って。で、最高点は、この最高点だいぶ低いよね。360点72%ですよ。<laughs> 7割前半ってちょっとびっくりだよね。最高点が7割前半って、なかなか衝撃的なんですけども、あの、ま、あ本当にだから点数取りにくいんですよ。 で、合格率はもう18%しかありません、うんあの。選ばれた、ここで合格した22%の中からさらに18%ってことです、これ。だいぶ難しいですね、あの割合で言うと、はい。で、これクリアしたら、最後の試験が口述試験って言って、これはですね、あの基本的に皆さん、今、何も気にしなくても大丈夫です。あのこれ、合格率98%って書いてるより、よっぽどのことがなければ分かります、口述試験は。 法律試験を気にするのは、もう予備試験を受けて、あの論文終わってからでいいです。もうそれ終わるまでは、もう何も正直気にしなくても、まあ、極論大丈夫です。うん、一応、民事と刑事のど,あのどちら、1日目が民事、もしくは刑事、で、2日目がその1日目やらなかった方ということで、まあ、どちらかになるんだけども、まあ、それはのの別にあの今、気にしなくても大丈夫。まあ、面接みたいな感じで試験進めていきます。はい でえー、この予備試験の最終合格率は、これも去年に関しては3.6%しかありません。司法試験の最終合格率が46%なのに対して、予備試験は3.6%しかなくて、まあ、この数字だけ見たら、だいぶ予備試験難しいなって思うじゃないですか。で実際、難しいと言われてますね。だからこそ、予備試験合格した人のがあが、あの就職とかでの評価が高いのが現状なんですよ。だから目指してもらったら全然いいと思いますが。 でじゃあ、いや、こんな3.6なんてあの、波の人間には合格できない試験なんで、ちょっと思うかもしれませんけども、まあ、そんなこともないです、正直なところ。あの司法試験合格する気持ち、気合があるんであれば、同じく予備試験も合格できるはずなんですよ。あの合格の難易度はそこまで変わらないというのが、私の正直な実感です、これは。であの、率がめっちゃ低いように見えますが、さっきも言ったように、あの予備試験は誰でも受け入れるんで。 で司法試験は予備試験合格した人と、法科大学院に行った人しか受けられませんから、だからまあ、あの全然、あのそのまま比較はできませんね。で、ここの合格最低点から分かると結局、大体取らなきゃいけない点数と同じぐらいなんですよね。あの同じ論文式で、同じぐらいの点数を取らなきゃ合格しないんで、でそこまで、だから、あの難易度変わらないかなっていう印象を持ってて、えー、問題文のレベルは、どっちかというと、むしろ予備試験のがあが、あのまあ、 優しめかなっていう傾向はありますね。これはまあ厳密には言えないんだけど、問題自体はね、ね問題の言われて、問われていること自体は、やっぱ予備試験の方が解きやすくて、司法試験の方が問題文も長いし、複雑だし、難しいなっていう印象があります。 うん、なのであの、予備試験は全然あの目指して不可能な試験ではなんでもないので、あの特にあの、ね、大学入ったばかりの人とかは全然目指す価値はあると思いますね。で予備試験目指してだめだったらあのロースクール行くでも全然ありです。そういう人もたくさんいらっしゃると思いますし、はいね、それは全然いいと思います。こんなところかな、はいで。今みたいな感じで、まず皆さんはご自身が受けたい試験の えと科目であったり、えー、形式で、ね、取らなきゃいけない点数とか、こういうのを調べた方がいいと思いますあの。本当に法律の試験でも、もの受験科も、受験するものによって科目も変わってきますからね。うん、あの科目も変わってくる。あれ、この試験、刑事訴訟法いらないのとかっていうこともあ,りあると思うんで、絶対調べておいてください。 で次にあの、じゃあ、担当式試験と論文式試験がありましたと。で、まあ、論文式試験の解き方とかは、随時あのどんどんあのこう各具体的な科目で紹介していくんですけども、それこそ採点基準というのをねあ、明らかにしていきたいなと思ってるんだけども、その前にまず担当式試験の特徴から説明すると、担当式試験というのは、あのまあ、丸抜問題に近いですおおむね、うん。それ以外の形式もありますが、丸抜問題、つまりこれは正しいでしょうか、丸か罰かみたいな問題なんですが。 例えば、ね、あの平成29年の民法の問題でこんな問題がありました、えー。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人に代理権が与えられていないことを第三者が知り、または過失によって知らなかったことを、えー、主張立証すれば、その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる、はい、これ丸かばすかということで、皆さんもあの、全くもってこれ、分からなくて大丈夫です。 意味すら分かんなくていいです。問題を読んで何のことって意味も分かんなくていいんだけども、ここで何を私伝えたいのかっていうと、ここに書いてあるように、この丸抜を判断するのに必要な知識が何かっていうと、条文ともしくは判例の知識、これがあのメインなんですね。で、これ実は正解は丸、正しいなんですが、これ、民法の191個っていうところを見てもらうと、実は分かるんですが、 あ今日そ,れ、ね、あのそこであの条文紹介したくて、この補助レジュメ、臨時レジュメ用意したんですけども、皆さん、まだ6本とか持ってきてない方がほとんどだと思うので、この臨時レジュメ見てもらいたいんですが、えー、民法191個、えー、こう書いてるんですよ。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者が、その代理権の範囲内において、その代理人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。 ただし、第三者がその他人が代理権を与えられていないことを知り、または過失によって知らなかったときは、この限りでないと書いてて、えー、これね、あのー、さっき書いてた、この意図を、これ見比べてもらうと、あのー、結局同じ内容を、なんか、ちょっとだけ違う日本語にしてるだけなんですよね。ほとんど同じ内容で、あのー、言ってることに意味わかんなくていいです。なんか、同じようなこと、をちょっと文章を変えてるだけだなっていうことが伝わればよくて、こんな問題が、まあ、出るんですよ。 うん、あの条文に書いてあることをちょっと、うん、変えて、でも同じ意味にしてるとか、もしくは条文に書いてあることを一部変えて、バツになるようにしてるとか、だからあの条文っていうのは、あのこういうふうにあの何が書いてあるか把握することが、あの担当合格のまず1歩目になってきます。うん、であの、条文って、あこの6法とかにこれ載ってるんだけども、これはあの担当式試験では基本的にあのこれ見れませんので、担当式試験はこれ見れないんですよ。で、論文式試験は見れることが多いです。 司法試験は見れます大学の定期試験に関しては科目によって変わってきます。教授によって違うと思いますが。はい、なので、えーと、担当は、た、まあ、多分大学でも担当の時は見れないと思うので、もし大学で試験で担当出た時は。だから、これは担当問題の時は、条文は頭に入れてないといけなくて、論文の時は別に頭に入れてなくても探せば OK です。はい 続いて、えー、平成29年の問い後のを選択肢、IU A O とかあって、そのおなんですけども、相手方から履行の請求を受けた無権代理人は、表権代理が成立することを理由として、無権代理人の責任を招かれることができないって書いてて、これはですね、条文を探しても答え見つかりません。条文に載ってないんですよ、これに関しては。 ただ、これ正しいと言えて、なぜなら、これ、これを言ってる判例があるんですね。これと同じようなことを言ってる判例があって、その判例が裁判例が言ってることと一緒だから、丸なんですね。で、条文に書いてないことは判例で、えー、判断したりする。まあ、判例とか条文に照らして正しいものを選べとか、そんな問題になってるんで、で、これは、あの、6法調べても当然載ってないので、判例はこういうふうに、判例で何て言ってたかっていうのを覚えていかなきゃいけません。 だから、条文と判例がどんなことを言っているのかを覚えるのが、まず法律の第一歩ではあります。で担当はそれでで合格点まで行きます、はいきすただ、論文は実はそうじゃないんですね、ここが本当に一歩ややこしいところで、ね、論文は条文と判例の知識、いくら覚えても、あの採点基準っていうのを理解して、解き方をちゃんと把握してなければ、あまあ、極端な話も全く、うん、何年勉強しても受からないっていう状況が続く場合もあります。 それぐらい独特なんですね。はい、ということで、ここに書いてますが、え論文式試験ではこれ、条文を引くことができるんですが、これ、担当式試験でこれ、条文を引くっていうのは、条文をね、自分で探すことを引くっていうんですけども、これ、引けないので、暗記がいります、ね。ただ、すべての条文、これ、暗記する。で、これで、ね、はい、民法、これ、190を1個覚えてたら解けますよって言ったじゃないですか。で、民法、じゃあ、いくつ条文あるんですかっていうと、1 0以上あります。え、それ全部覚えるんですかっていうと、覚えなくてもいいです。はい。あの無理です、そんなの、絶対に。 だから、すべての条文を暗記することは不可能なんですね。じゃあ、どうしたらいいんですかっていうと、あの担当に関しては、どん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 過去問を解くって感じです。だから、条文を一から順に覚えていこうってことはしなくてもいいです。してもいいですよ。やりたい人は。それはしたら絶対役には立つからやってもいいんだけども、やらなくてもいいです。その代わり、あの担当の過去問はどんどん解いてもらって、そこで、あこういうところを聞かれてるだから、この担当の問題見たら、これ聞かれてることをとりあえず覚える。 えこの担当の問題見たら、判例だったらこれ覚える。判例だってもう、もう何千、場合によって何万とかあるんじゃないの、判例なんてね、それぐらいあるんで、全部覚えるの不可能だから、聞かれてるものからどんどん覚えていけば、あ自然と担当に関してはあの合格ラインを超えてきます。私がそうでした。私も本当に、予備試験の担当なんで、本当に1年も勉強してないんで、あのまあ、半年前後ぐらいであの合格できたんです、担当に関しては。あのそれはどん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 過去もやりまくったからです。 うん、でそれだけで十分です。それ以上手を伸ばす担当に担当のはないです、私の経験上は。で、ここがねあの、大学受験とちょっと違うところだと思うんですよね。大学受験で例えば、数学の受験するときに、数学の大学の過去問10年解いたからって、翌年の大学の数学の問題解けるかというと、ちょっと厳しくないですか、イメージとして。それ以外にも、やっぱいろんな解かなきゃいけない、なんか青チャートとか、黄チャートとか、なんか <laughs>、そういうのたくさん解いて、ようやくって感じじゃないですか。だけども、基本的に、あの論えー、司法試験に限らず、 別に地方書士でもあの、行政書士でも何でもだけども、あの担当をまあ10年とか解けば、結構合格点に近い点数取れるようになってるはずですね。うん、でもちろん、もっと解いてもいいですよね。そこはもう本当にそういうもんなんで、だから本当に担当問題をどんどん過去問解いて、頭にインプットするっていうのが、本気で合格したい人はやってもらいたいなと思います。はい この講義3時間になるんで、あの、8時前になったら一回休憩入れるので、ちょっと、8時前じゃないか。これ、7時スタートか。これね、あの、去年が 6, 6時半だったんですよ、講義開始が。今年大学の受講が、あの、時間変わったせいで、今年7時からなんだよね。だから、8、え8時半前後か。そうだよね。8時半前後。8時半前後な休憩取るんで、ちょっとそれまでお待ちください。そっか。そうだよね。なんかそれがね、そう。 去年とね、時間変わってる私の、あの、簡単な <laughs>、あの、都合でしたが、ちょっと、はい、気をつけますあ。時間配分気をつけてやっていきます。はい、で、えー、第2章ですね。はい、ここからは法律学入門ということで、まあ、法律っていうものを概略をお話ししていきます、はい。で、今からする話は、正直、あんまり理解しなくても、別に構わないです。試験的には。うん。ただ、まあ、一回聞いておいてください。あの、一回聞いとく。 べき話でではあるんですねただ、別に理解できなくても、そんな大きな問題ではならないので、まあ、気楽に聞いてもらいたいなと思います。まず、法の定義なんですが、法っていうのは、国家権力による強制力を伴った社会機関であるっていうふうに言われていて、で、まあ、これも別に覚えなくていいですよ。この法の定義覚えなくてもいいです。うん、えどういうことかっていうと、その、まあ、ルールはルールなんだけど、もルールっていろいろあるじゃないですか。なんか、その、まあ、テーブルマナーとかもルールだよね、ルールって。その、端にあるナイフとフォークから持って。 掴んでいくとかルールあるんだけども、それ守らなかったからといって、なんか、国家権力に強制力を持って、なんか処罰されないでしょ。でも法律って、まあ、犯罪とか犯しちゃうと、国家権力によって罰せられるしあの、お金とかちゃんと払わないと裁判されて、国家権力によって強制的にお金払わさせられるんですよね。そういうのを法律って言います。で、ここに書いてあるように、法律ってね、何々すべきの世界になっていて、どういうことかっていうと、あの、 ここに凝縮しているんですけども、その正しいかどうかというよりも、妥当かどうかを基準にすることがありますあの。常にそうじゃないんですよね。法律って、ルールだから、ルールに則っ,ってあることが大前提なんだけどもあの、判断が割れることってよくあるんですよ。でそういう時にあのこに、じゃあどういうふうな対象判断をしようかという時に、 理論的に何が正しいかっていう観点と、どういう結論にすべきかっていう2つの観点があるんですね。でそれは実は相反することもあるんですよ。うん、でそういう時に、どっちを取るかはケースバイケースです。ただ、一個一個勉強していくしかありません。この判例はこっちなんだなとか、うんそれはあ、それは法律の勉強の醍醐味と言ってもいいんだけども、これはそういうもので、でその中にたまに、理論的にはちょっと納得いかないな、この結論っていうものもあります。理論的にはね。 法律の理屈を日記に詰めると、なんかこう納得がないなっていう判例もいくつかあるんだけども、そういう時は、でも結論は意外と、意外とっていうか、結論は、まあ、確かにこの結論を取った方が、普通の人は納得するようなっていう結論だったりするので、そういう時は、何が正しいかっていう理論よりも、あだ何が妥当かな、などうあるべきかっていう観点から判断しているのかなと思うと、ちょっとすっとあの頭に入ってくるような判例もいくつかあるから、ちょっと覚えておいてください。覚えておいてというか、まあ、こういうことあるんだなというのを知っておいてください。で、法の種類ですね。 ここには、えーと、ざっくりと広報と司法という2種類分けることができて、広報というのは公の法律なんですね。はいまあ、でも広報、司法というのは学校で言うと公立私立みたいなものですよ。公立私立みたいに、公の法,法律と、まあ、私立あの、プライベートスクールみたいな感じで、プライベートスクールで合ってるのかな、バイクちょっとそれはともかくとしてあの、まあ、国とか地方公共団体が作ったものか、もしくはその一般的な私人が作ったものかで分かりますよね。 でえー、候補っていうのは、国家の内部と,、えー、と役割分担および国家と国民との事項を定めたものを候補っていって、ここに書いてあるように、憲法とか行政法とか、これ、個別法でも詳しくやりますが、憲法,法、行政法っていうのは、あの国とか、そういったものに対する決まり事だったりするんですね。 でえー、刑法も、あのー刑法、これは我々国民ももちろん、刑法を破ったら罰せられますけども、国が国民をどういうふうに処罰するかっていう、この国目線、まあ、国が関わってくる法律なんですね。で、民事訴訟法、刑事訴訟法っていうのは、裁判するときに使う法律で、裁判っていうのは、えー、と国が、えー、行いますよね、国が行うというか、その国家機関である裁判所が行うから、こういうふうに国が出てくる法律。 みたいなものが候法、公の法,法律って言って、一方で国が出てこないものがこれ司法です。まあ、ざっくり言うとね。うん、市民と市民の間、私たち同士の関係を、えー、決めた法律。例えば民法とか商法とか会社法とかここになってきます。続いて判例っていう言葉の意味を説明しますと、これ判例っていうのはですね、あの広い意味ではあの裁判所が あのー、裁判において示した解釈のことを言うんですけども、まあ、要するに誰かが裁判を起こすじゃないですか、そしたら裁判官がこう,いうふうにこういうふうに判断するって決めるじゃないですか、その裁判官がやった判断、こういうのを判例って広い意味では言うんですね。 でじゃあ、広い意味って今言いましたけど、じゃあ、狭い意味もあるんですよ。協議ではどういうことを意味するかというと、協議では最高裁判所、もしくは戦前の大審院がした判断のみを判例といい、下級裁判所の判断を裁判例っていうふうに使い分ける場合もあります。本によって使い分けてる人もいれば、えー、ゃってる人によって使い分けてる人もいるし、あのこれ使い分けない人もいます。 あの判例って言ったときに、全英部、あのつまり下級審っていうのは、下級裁判所っていうのは、地方裁判所とか高等裁判所とかも含めて下級審って言って、一番上に最高裁判所、日本に1個しかないよね、最高裁判所って、そのやつと他の裁判所を区別しているんですねで。下級審とかに関しては、裁判例って言って、最高裁のやつだけ判例って言ったりすることもあるんだけども、これ別に、どっちの意味で使っても別に構いません。どっちの意味で使うこともあるので。 原則、私はこの講義では、判例っていうのをあの広い意味の方で使います。特に断れなければ。最高裁判所とか、地裁とか、関係なく判例って呼びます。で、こういうふうに、法律を勉強していると、ちょくちょくですね、この協議ではみたいな感じで、なんていうのかなあの、広い意味とか狭い意味とか、もっと言うと、最高義、講義、協議、最高義ってどんどん狭くなっていったりとか、あの同じ言葉がいろんな意味を持つことがあるので、これ、早めに慣れてもらえるといいと思いますね。そういうのがあるんですよ。 なんかあのこれ、法律に限らずあるんですよ、世の中でもあって。なんか焼肉屋さんとか行ったときに、こ,れこの間知ったんですけど、ホルモンって言ったら、あのー、僕はずっとホルモンって内臓の、ね、内臓全般をホルモンって言って食べてたと思ってたんですけども、なんか、小腸のことをホルモンっていう場合もあるんですよね。で、これが要するに競技です。競技のホルモンっていうのは、内臓の中でも小腸の、えー、食べる部分だけをホルモンっていう。で、抗議のホルモンっていうのは、内臓全般を言うみたいな、それと似てますね。 同じ言葉だけでも使うときによって意味が変わるんだよっていうことです。で、ただ、あの最高裁判所の判例とそれ以外の判例、も私もひっくるめて基本的な判例と呼びますが、あの試験で一番重要なのは、基本的には最高裁判所の判断です。つまり、協議の判例ですね。これが一番重要です。他の判例と比べて、ね、下級審とかと比べると、間違いなく最高裁判所の判例の方が重要なんですが、 ただ、じゃあ、下級生の判例は全く試験と関係ないかというと、そうでもありません。たまに大事なものもあるんけす。それは適宜紹介していきます。で、あの判例の中でも、これ、判例百選っていうものがあって、これ聞いたことある人もいるかもしれませんし、聞いたことなくてもいいんですけども、判例百選というのは、あの今、有比格っていう出版所が出しているあの、まあ、本なんですよ。で、それはあの大事だっていう判例を選んでまとめた本なんですね。 これはですね、あのすごくあのこう大事な本です。うん、あのこれ、法律の勉強するときに、学校とかで、大学とかでね、あのまあ民法の講義を受ける人は、恐、まあ、らく教授から、あの民法はこの本を買ってきてくださいとか言われると思うんですよね。この先生のこの本を買ってきてください。まあ、それはそれで買わなきゃしょうがないんだけども、えー、そういうのが特に言われてない人、まあ、あの大学に通わらず勉強している人とかは、別にどの本使ってもいいし、なんならあの市販の法律の本なんて買わなくても別にいいんですよね。 僕は基本的に買わずに勉強したタイプでした。それでもあの全然大丈夫です。買う必要は特にないですが、百選はちょっと別格ですね。100選は、あの、なんなら買った方が僕はいいと思ってます。うん、この判例100選って本に関しては、全科目、うん。で、買わなくてももちろんいいです。どっちでもそれは。これはあの、この間フジテレビで、ヘミスの女王だっけそんなドラマあったじゃないですか。 あのロースクールを舞台にしてあの、そこで勉強しますよみたいなのを描いてドラマがあったんだけども、そのドラマの登場人物もがっつり判例百選持ってましたね。<laughs> やっぱこのドラマでも判例百選出てくるんだって思いながら見てました、うん。それぐらいドラマでも登場するけも、おなじみの、司法試験勉強する人にとっておなじみの本なので、これはあの早い段階で買っても損はないですね。別、は、に、いまあ、買えと言ってるわけじゃありません。これ、お好みでどうぞってことです。で、次、学説。これ、判例っていうのは、 あまあ、裁判判所でで言われた判断なんですよね例えばこれがそうですね、これ判例ですよね。これは昭和62年7月7日に行われた裁判所でこういう判断が出たんですよ。で、一方で、学説っていうのもあるんですね。学説っていうのは法律を研究している学者が考えたことです。こういう時はこういうふうに解釈すべきだといううに、学者が判断したものがは、えー、学説っていって、これは判例とはまた、判例と同じ内容の時もあれば、違う時もあります。 で学説の中にも重要度によってあの、まあ、言い方が変わってくるんですよ。あの多くの学者がもうそう言ってて、一般的にそれで通っているものを通説って言ったりします。でそういうふうにあの指示している割合によって、通説、多数説、有力説、少数説というふうに呼び名が変わっていきます。でじゃこれ、どれを覚えたらいいのというと、あの基本的にはあ本当に。 本当に本当にミニマムで言うと判例だけ覚えても全然いいんですけども、まあ、学説も覚えるんだったら判、まあ、例プラス通説ぐらいで基本的には大丈夫です。基本的にはっていうのはたまにあの司法試験の問題とかであの自由回答じゃない時があるんですよね。あのこういう立場で書けみたいなあのこの2つの見解から書けとかたまにそういうのあるんですそういう時は判例の立場1個だとあのこう書けない。で判例と通説が同じだとそれも書けないじゃないですか。2つ書けって言われてるのに。 そのときは、しょうがないから、もう一個反対説みたいなのを用意しておくとか、それは問題によってたまにあります。うん、それはだから、反対説を覚えた方がいいとき、つまり、判例や通説以外も覚えた方がいいときは、それは授業で言います、ねうん。それ以外は、あんまりあの積極的に自分でどん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 学説を調べて覚えるっていうのは、あんまり正しい勉強ではないです、ね。正しい勉強ではないというか、あ,のあんまり役に立たないです。興味があってやるのは別です、ね。司法試験的にはあんまり役に立たないし、他の試験でも多分役に立たないです。 続いて、今度はもう超基本的な話なんですけども、条文の読み方なんですね。で、あの条文って、えー、例えば、まあ、刑事訴訟法だったら刑事訴訟法っていう法律があって、その中の何条1条からばーって条文続いていって、何条ってなって、その何条の中に1項、2項とかって、項ね、さらに同じ条文で項が分かれてて、項の中にさらに5っていうのがあったりとか。 あの条文の中に本文とか正し書きとか前段後段とかいろんな呼び名があるんですよで、例えばここに刑法のあ、刑訴法の212条2項1号って書いてますよねそこに犯人として追加ってあるんだけどもこれ今臨時にでもあるんだけどここ刑事訴訟法ってあるじゃないですか この中で犯人として追こってどこに書いているか皆さん探してもらってもいいですかね臨時レジュメをお持ちの方は、臨時レジュメの係争法の212条って書いてある中に、犯人として追こってどこに書いているでしょうかまあ、そんなに難しいあの問題じゃないよね。割とすぐ見つかるんじゃないかなと思うんだけども、ここですよね。ここに犯人として追こって書いて、書いているでしょうん。で、 こういうふうにあの、論文の問題では、条文にこう書いてますって引用することが多いんですよ。で、その時に、引用の仕方これ絶対覚えてほしいんですよ。これ、正しいが正しくないから点数が変わる可能性あります。で、ここを引用したいときに条文の問題、えー、論文でここを引用したいときは、この問題、この条文だったら、こう引用します。計測法の、まあ、計ここは法律の名前を省略してもいいときもあるんだけども、まあ、フルで書くと、法の 212条を、これ、2項1項ここまで書きます。もちろん、計測法ってだけじゃダメだし、計測法212条だけでもダメで、2項のさらに1項になります。これだったら。これは正確にやれるようにしてください。で、引用したところをカッコでくぐるんですね。これはまあ、条文の書き方です。で、これをもう一度条文見ると、形実上二212条の1項と2項があって、 で犯人そしてついこと明らかに2項の方にあるでしょ、まあ、だ1個と2個は迷う人,ない迷う人はあんまりいないと思うんで、2項にあるなと。で、2項の中に、えーっと、この左の各号の1に当たるものが罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯とみなす、はい。よく現行犯逮捕とか聞きますよね。何をもって現行犯って言うんだっていう、あれも司法試験でよく聞かれるんで、それの条文なんだけども、ここに書いてあるように、 えーまあ、いろんんな条件があるんですこういうときに現行犯だよという中で、今回は例えばこれに当たるよと、今回のこの問題になっているあ容疑者はあのー、これに該当するから、この人は現行犯と言えるんだというときを説明するときに、ここ引用するんだけども、そのときに、えー、この4つの場合があって、こういうのを1号、2号、3号、4号って言います。で、この問題だと、この条文だと21、212条2項の1号ですね、ここだよね。うん これだよって説明するんですね。ちなみに、ここのことを柱書きとか言うんですよね。柱、あ、柱書きはここに特に書いてなかったか。柱書きって多分、セブンサミットの方に書いてないかな。ちょっと待ってくださいね。なんか書いてなさそうだな、ね。<laughs> 書いてないのか。あ、書いてた。ごめんなさい。えー、11ページですね。 11ページに、例えこ,ううこ,これ柱書きこれです。これじこ,、まあ、この字に決まってるだって感じだけど、柱と書いて、柱書きね、はい。なお、次の19条1項の柱書きは、1項の中の文章を言うと書いてて、次の19条1項ってこれかなあ,あこれ、ね、これね。次の19条1項って書いてて、はい、こういうのを、 1>, 1号、2号、3号っていう並べる前に、えっ、ー、と、最初に書いてあるこの部分を柱書きっていうんですね。ここを引用するときは19条1個柱書きとかって書くんですよ。柱書きね。で、これって、まあ他にも、 カッコに本文正し書きとか、カッコさん前段後段とかってあるんですけどもあの、興味ある方は後でこれ読まれたらいいと思うんですけども、あの今の段階でこれあの、なんか完璧に覚える人はあの特に私はないと思います。っていうのも、これに関しては、はっきり言って、あのもうあの勝手に覚えます。何回も何回もやるから。中学校とか、中学校じゃない、今は中学校じゃないのかな、リード覚えるじゃないですか。アム、s are とか、わず、r e とか、頑張っと覚えるじゃないですか。 で勝手にもう覚えるようになるし、なんか、あそ、あの時一生懸命覚えたけど、あんなもん出てきすぎて、覚えようとしなかったって勝手に覚えるじゃないですか。あれくらいな感覚です。だからもう別に、今、頑張って覚える人はあんまないかなと思いますけども、まあ気になる方は後で詳しく読んでいただいたらいいかなと思います。ただ、引用するときこれ必ずこういうふうに引用してねっていう話になってきますね。はい。で、えー、続いてはですね、条文の種類の話をします。で、条文って言っても、実はあのいろんな種類があって、 あこの、おおむねこの3パターンを覚えていただいたらいいと思います。1つは、強行法規、もしくは強行規定という言い方もあるんですけども、あの要するに、絶対に守んなきゃいけない法律です。絶対に守んなきゃいけない法律。これ、守ん、守んないことをやったら、その、無効になるんですよ。あの、どういうことかっていうと、あの、逆のことを2番の任意法,任意法規っていうんですね。守らなくてもいいんですよ。守らなくてもいいっていうと、語弊あるんだけども、あの、 例えば、えー、とこれちょっとレジュメに補助レジュメにも載っけていないので、今読み上げますけども、民法の633条っていうのがあって、もし6本持ってたら引いてもらったらいいし、検索したかったら検索してもいいんだけども、あの検索したときにあれ、検索しにくいなっていう感覚になるかもしれないし、した人は、ね、実際、633条、こんなこと書いてるんですよ。報酬は目的物の引き渡しと同時に支払わなければならないというのがあるんですね。報酬は 仕事の目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない。これ、請負いっていう契約に書かれてるあの条文なんだけども、どういうことかっていうと、請負いって、なんか作ってってお願いして、で、それを作って、あ渡すっていうのが契約なんです、ね。で、なんか作ってってお願いするときに、作ってくれるじゃないですか。で、それもらうじゃないですか。そのときに、あこれ完成品だよってもらう時ときと、同時にあの報酬を渡すっていう決まりがあるんです民法の でこれ民法のと書いてあるんだけども、これぶっあの破っても構いません。破っても構わないというか、今のちょっと語弊がある、むちゃくちゃ言い方したんだけども、これ、あ先に払うわって言って払ってもいいし、あの仕事を終わって渡した人が、あこれ1ヶ月後でいいよっていうことも、これ OK なんです。つまり、お互いの同意があれば OK なんです。任意規定というのは。逆に言うと、お互いの同意がないときは、あの法律で処理しますよってこと。これが任意規定です。 この概念はすごく大事です。うん、いつお金を払うかっていうのは、決めてないこともあるじゃないですか。決めずにやっちゃったって時に、ルールがないと困るから、じゃあ、決めなかった時のルールを決めとこうかってことです。お互いお互い約束してなかった。約束するの忘れちゃったら、あれいつ払うんだっけみたいな時に、あ、待って、あれ、あの民法に載ってるかもって調べて、あ、民法にこれあったからあの、仕事完成した時に払うよみたいなあの、こういう感じです。それを任意にてる。その逆に、 お互いが約束しても無効なものをあの強行法って言うんですよ。授業中、あの、もの、飲んだりとかしても全然構いませんからね。ちょっと食べるのはもしかしたらちょっとダメかもしれないけど。私なんかは喋り続けてるんで、あの、飲まないともたないので、ちょっとちょくちょく飲むんで、それはお許しください。で、あ次に強行規定っていうのがあって、これは逆に、あさっき説明したか。で、これ例を挙げると、えー、民法の146条に、 時効の利益はあらかじめ放棄することはできないって書いてて、これね、えー、時効って聞いたことある人も多いと思うんだけども、お金払いますっていう義務があったとしても、それを何年か経ったら払わなくてよくなるっていうルールがあるじゃないですか。それをまあ時効。消滅時効とかって言い方もするんだけども、時効っていうんですね。で、時効っていうのは、その決められた年数が経って、それで時効を、あ、時効だからもう払いませんって言って、そういうルールなんだけども、 これをあらかじめ放棄するってどういうことかっていうと、例えば5年経ったら時効だ払わなくていいよってルールがあるんですよね、民法に。で、それをあ、私はもう使いませんということを事前に約束することです、放棄っていうのは。5年経とうが時効を言わずに絶対払いますという約束をこの放棄という意味で言ってるんだけども、これはできないことになってるです。で、なんでかっていうと、これなんでかっていうのはね、まあいろんな説明があるんだけども、まあ一番納得のいく説明は、 これね、もし、有効だとするじゃないですか。当事者が同意したら有効だとすると何が起きるかっていうと、皆さん、あの、お店とかで契約したことありますあの、スマホ買うときとかでも出ないんですよ。その時に、バーってこう、お店から契約書みたいな渡されるじゃないですか。いっぱい書いてるのね。で、その、それって、自分でいちいち全部読みますかっていうと、まあ、弁護士がこんなこと言うのはおかしいな、話だけども。<laughs> 読まずにサインすることもあり得るかなと思うんですね。で、仮に読んだとしても、ちょっとここ気に入らないから直してって言えますか、お店に。 言える人いないですよね。弁護士でも言えません、そんなこと。普通に私をお店で買うときに。基本言えません。よっぽどのことはない限り。な、なんだけども、これがもし、当事者の合意で OK っていうルールにしちゃうと、お店側は基本的に相手に対して自己放棄しますって同意文を入れるんです。そのほうが絶対お店得なんだ、これ。で、入れても、どうせ相手法律の素人なんだから <laughs> あの、サインしちゃうでしょ。法律の素人じゃなくても、しぶしぶサインしますよ。私だって、まあ、しょうがないかってサインするし。お店とかで契約するときはね。 で、それはおかしいじゃないですか。原則として、こういう法律をせっかく作っても、一方的にあの強い立場の人が、それを破ることを無理やりこう合意させちゃうから、だからダメだよって。仮に契約書にそう書いてても、それにサインしても、時効は主張できますよ、皆さん。これ、強行放棄なんで、その合意は無効です。っていうルールがあるんです。で、ここで、だからこういう強行放棄っていうねあの、絶対に破っちゃいけない法律っていうのがあって、でこれ、 もう一つ付け加えておくと、このあらかじめっていうのが実は大事で、これさっき言ったみたいに、契約する段階で、えー、もう5年経っても絶対払いますよみたいなのが時効なんですよね。で、逆にこれあらかじめじゃない、あらかじめの反対って何かっていうと、時効がもう完成した後です。5年経った後。あ、もう時効指導できると。自分は時効ですって言って払わなくて済んだ場合に、 でもなんかせっかく友達に借りたお金せっかくっていうか借りて返さなかったらなんか友情崩れるから返すわ。これは OK です。時効が終わった後なら OK ケー。時効が完成した後ね。その時あらかじめじゃないです。うん。それは自由です。だけども、えー、時効が完成する前にその約束をしても無効だってことですね。で、一方で、まあ、さっきも説明した任意法棄っていうのがあって、任意法棄っていうのはまあ、あのー、約束ごとの方が優先するんだけども、 それに関する条文がこれですね。民法91条。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。これが、さっきの,あの報酬の話とかがまさにこれなんだよね。目的物を、あの完成品を渡してもらったときに、同時にお金も払いますよっていうのがあるんだけども、それと異なる意思を表示っていうのは、それと違う約束をしたとき。 それを違う約束をしたときは、そっちの約束に従いましょうということです。ただし条件があって、法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定の場合です。まあ、公の秩序に反するようなものは、そんな約束は許されませんから。そういうのを強行規定と言ってるわけです、ね。まあ、今はこれぐらいでいいです。なんとなく理解できたら十分で、またこれ民法のジャンルなんで、民法でも出てくると、時に話しますので。 まあ民法に限らずなんだけど、まあ、民法で扱うことが多いじゃんルですね。で次、これ取締法規っていうのがあって、これは1人に比べてはあんまり出てこないです。だから3は正直、まあ、あの理解しなくても、全然、全然というか、まあ、あの大ダメージではないですね。1人は結構理解しないとまずいんだけども、3はそんなでもないんですけど、まあ、一応説明すると、えー、例えばこんな法律あるんですよ。道路運送法4条1個って書いてて、えー 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。これ要するにタクシーのことです。一般旅客自動車というのはタクシー。タクシーをやりたい人は、大臣の許可を受けてねっていうことです。じゃあ、許可を受けずにタクシーやったらどうなるかって話なんだけども、それももちろん行政的には違法なんですよね。ただ 私たち、一時確認しますか、タクシー乗るとき。あんた、大臣から許可受けてる,受けてるよみたいな、確認しないじゃないですか。で、こんな時に、じゃあ、乗って契約,契約するでしょあ、契約なんですよ。タクシー乗って、どこどこまでって言って、もうその時点で契約成立してて、えっ、ー、と、まあ、うそこで着いたらお金払うっていう契約がもう成立してるんだよね。その後に、乗った後に、大臣の許可受けてないって発覚したときに、じゃあ、乗った人はお金払わなくていいのかって問題に関しては、お金払わなきゃいけないと考えられています。 まりこれはあくまで取り締まりってことなんですよね。国が取り締まる時のルールであって、我々普通の人たちがあ契約する時のルールとは別なんです。こういうのを取り締まり法規って言います。だから、あタクシー、の運転手と私たちとの契約は、それは普通に有効だから、あお金払うってことになるんだけども、それはあの行政上は違反になるよ。行政上の違反と司法上の違反は、だから、そういうの司法上っていうんですね。 司法上っていうのはわれわれ、私たちの間の関係。逆の広報っていうのが、ただ大臣とタクシー運転手の関係ね。あ、この人、多分大臣から後でお叱り受けると思いますね。なん,かなんらかの処分ね。なんか、これはテキストにも例が載ってたと思うんで、ちょっとテキストの例もついでにすあの軽く見ておくと、13ページですね。 まあま、全く同じ例だから、あんまり取り上げてもって感じもしますけども、こちらですね。取締法規の例として、これですね。例えばね、その、はい。で、ここね、なんか取締法規に違反したら、免許とか許可が取り消されたりするんですよ。営業停止とかね。ただ、この免許とか取り消されてもですね、これ、契約の効果には影響しない。契約ってのはさっき言ったタクシーの乗客と運転手みたいな、契約の効果に影響しない点に注意が必要である。例えば、 利用子の免許が取り消された場合、理髪店の営業はできなくなるが、無免許で制発をしても、制発をしてもらった人はその代金を支払わなければならないのが一般であると言われてますね。こういう例で、タブシーと同じですよね。この辺に、あのさっきの強行法規とか任意法規とか取締法規とかの説明があるんで、まあ、気になる方は後で、授業終わった後に読み返してもいいと思います。 今が8時5分なんですね。あと20分ぐらいしたら休憩取りたいと。10分間休憩取りたいと思います。で、続いて、えー、法令用語の基礎知識いきます。これも、あのまあ、あの1番、2番、えーと、3番、4番説明しますが、あの4番が桁違いに重要です。だけど、1、2、3はそんなに重要じゃないから、1、2、3は、まあ、あの極論理解できなくてもそんなにダメージはないです。まあ、一応聞いてくださいって感じ。 まず、またはともしくは。英語で言うと、or だね。おわ。はい。でも、or って英語で言うと、or 一っただけども、日本語はね、またはともしくは、日本語っていうか、法律では、またはともしくはの2種類があって、これ実は使い方が微妙に違うって話をします。でこんなふうに、憲法14条1個っていう条文があって、す、え、べ、ー、て国民は法のもとに平等であって、人種、信条・性別、社会的身分、または文知により、 えー、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないということで、あの基本的に、オアの意味で、または使うので、並列するんですね。で、または1個しか使わないときは、あのー、何の問題もありません。単なる並列はまたは1個なんで、これね、人種、心情、性別、社会的身分、または文知により差別されないし。 政治的、経済的、または社会的関係によって差別されないということで、または1個の時は何の問題もないんですね。単なる並列はまたはを用いれば OK。ただ、両方出てくるときはややこしいんですよ。199条。人を殺したものは死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処するって書いてあるんだけども、これまず、またはがですね、大きなくくりでつな,つなげているんですよ。つまり死刑っていうのと懲役刑っていうのを大きくまたはでくくってます。 で、そのまたはでくく,くられたうちの1個の中に、さらに懲役の中に無期と5年以上の2種類あるんですよ。無期懲役とか聞いたことあるでしょ。無期懲役っていう罪と、あの5年以上の懲役っていう罪の2種類あるんですね。だから、無期っていうのは懲役にかかるんですよ。5年以上の懲役と無期懲役ってかかる。この2つが、もしくはでつながってるんですね。無期懲役で初めて罪になるから、 無期に処するだと意味不明でしょなんだ無期に処するって。無期懲役に処するって初めて意味つ,つながるんで。そんなイメージです。はい。で、これはもうちょっと視覚的な図がレックのテキストにあるんだけども、えっ、ー、と、14ページですね。これです。14ページ。で、要するにこういうことです。つまり、もしくはは、またはでくくった、この中をさらに並列する。死刑、または無期、もしくは5年以上。 ここは懲役じゃなくて公禁刑でなってるのは何でかっていうと、あの、これ懲役っていう制度が廃止されて、近いうちに抗菌刑に変わりますよっていうのが発表されたんですね。だから、あの、これ、今は懲役なんだけど、近いうちに抗菌刑に変わるから、あの、レックの適当先取りしても抗菌刑にしちゃってます。はい。これは、今、今多分ネットで調べるとまだ懲役なんだけども、あの、これ、いずれ抗菌刑に変わるので、これは別に抗菌刑でも構いません。 であと、憲法8条も見とこうかなと、ね。同じような話なんですけども、え皇、ー、室に財産を譲り渡し、皇室って天皇とかがいる場所ね。皇室に財産を譲り渡し、または皇室が財産を譲り受け、もしくは贈与することは、えー、国会の決議に基づかなければならない。だから、国会に基づき、国会の決議に基づ,ら基づかなければならないのが大きく2種類あって、一つは皇室に財産を譲り渡すこと。で、もう一つが皇室が財産を譲り受けたり、 で動したりすることっていうことで、この2とがで、このがの方はさらに2種類に分かれてるって感じで、まあ、この辺の例を見れば、なんとなく使い方分かるかなと思うんだけども、まあ、法律の条文を読むときに、そういう意味だってことが理解できれば OK です。次2番のおよび,び,びと並びにね、はい、憲法、これは英語で言うとだよね。なんだけども、えーと、憲法15条1項ではこう書いてるんですね。 えー、同じですねあの。公務員を選定し、およびこれを罷免すること。この2つ、これ、アンドですね。は国民公務員の権利である、はい。単なる並列はおよびを使います。および、およびだけで足りるときはね。アンドだけでいいときはそれで終わりなんだけども、これ、また2つ出てくるときあるんですよ。このときだけややこしくて、会社法355条を見ると、取締役は法令および定款。これで1個でくくって、 で並びに株主総会の決議を遵守し、株,株式会社のために忠実にその職務を行わなければならない。だから、法令および定款ってくくる。で、株式会社の決議。なんだけども、その法令と定款をさらにアンドでつないでるからおよびになってるんですね。でこれ別に、法令定款および株,式株主総会の決議にしても意味同じになります。だから、ここおよびで結んでいるのは、あんまり大きな意味ないんですよ。 一応でも、これ、ここに書いてあるように、あのち同じ種類をおよび、違う種類や大きな区分に並びにを使う傾向があるんですよね。つまり、法令とか定款ってまだ詳しい話してないんで、いやわかんなくていいんだけども、両方とも事前の取り決め事なんですよね。事前の取り決め事っていうくくりで、同じ種類なんですよ。例えば、もうあの、なんか、りんごとみかんみたいな感じ。りんごとみかん。 あ、並びにあお皿みたいにを自由に取ってくださいみたいな形です。あの同じ種類だからあのくくってるだけです。りんごおよびみかん並びにお皿は自由に取りくださいみたいなことです。で、えー、だから官民主党会の決議は、その個別の決議をどんどん取るから、事前に決まってるという風な、このカテゴリーには入れてないというだけなんで、それだけです。特にあんま深い意味はないです。で、憲法72条にこんな条文があるんですね。 内閣総理大臣は内閣を代表して、議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するる内閣ががやることが大きく3つある。 内閣総理大臣がやることが大きく3つあって、内閣を代表して議案を国会に提出すること、一般国務および外交関係について国会に報告すること、並びに行政確保式監督する3つがあって、この2つ目のこの中には、一般国務と外交関係について国会に報告するという意味が含まれている、これ、およびというのがこういうふうに使い方がされている。まあ、ここまでちょっと複雑になると、正直、およびと並びにの意味が分からないと、そもそもこの文全体に意味も分からないじゃないですか。 英語って長文長くなると、主語、述語じゃない、SVOC とかが分かんないと、もう意味分かんないのと同じで、それと似てるかな。あの、およびならびには、普通そんなに意識しなくても、ま、な全く問題ないんだけども、なんか、たまに複雑な時に、使い方知ってないとよく分かんないっていうのは、まれに出てくるんだけども、正直そんな稀に出てこないので、あの別にあんまりあの覚えておいても、そんなに得ってわけでもない。だから、ここ、あまり気にしなくていいって書いてるんですよ、これは。うん、正直。あの一応これ、 まあ法律の勉強で最初に習うことなので、あとりあえず取り上げました。で次もそんな感じですねあの。場合と時っていうのがあって、これもそんなに気にしなくていいんですが、一応ルールがあって、ま、何々な場合、何々な時、何々の場合とか何々の時って似たような使い方するでしょこれもあの使い分けが一応法律上があって、法律用語上ね、法律用語上があって、この憲法60条2項を見ると、 予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより国会あ、両議員の議会を開いて意見が一致しないとき、ここ、時あるよね、ここに時って書いてあるよね、一致しないとき、えー、または参議院が衆議院の予算を可決した予算を受け取った後、えー国,会えー、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、 えー、衆議院の、えー、議決を国会の議決とするって書いてて、この大きな場合にっていうこのくくりの中に、2つの時の条件が重なってるんですねで。この条文複雑だから分かりにくいけど、かりにくいけどもめっちゃ簡単に言うとこんな感じです。例えば、はい、地震が起きた場合、避難しましょうで、避難する場所。 場合によって違いますよね。屋外の時、地震でさらに屋外の時と地震が起きた時でも屋内の時で避難行動は変わりますよね。こんな感じです。まあ、イメージ、ね。場合っていう何かの場合がありまして、その場合の中でさらにもう一回場合分けする時 地震の場合で、屋外の時はこういう行動を取ってください。地震の場合で、屋内の時はこういう行動を取ってください。でさっきの条文に戻ると、はいえー、予算について参議院で衆議院と異なったを議決をした場合、議決をした場合で、えー、法律の定めるところにより、両議員の議会を開いても意見が一致しない時は、何々、えー。もしくは、参議院が、えー、衆議院の可決予算を受け取った後国会、休会中の期間を除いて30日以内に議決しない時は、何々というふうな。 作りになってますが、えー、これもも別にににそんなにあの気にしな気しくて構はまあ,あの普通に読めばあのそんなに意味ぐちゃぐちゃになることもないと思うしあとまあ答案作るときにあのこの辺気を使った方がいいのかどうかっていうのは正直あまりよく分かってないんですがあの、まあ、使えるなら使った方がいいと思うんだけどもそもそもこんな書き方しなければいいだけの話なんであの覚えてて 完全に使いこなすのはもちろんご自由にやったらいいんだけども、自信がなければ自分で自分で好きな文章を作っていいんだったら、そもそもこんな書き方をしない日本語に構成し直せばいいから、だからまあ、積極的に覚えて使うことはあの、ご自由にっていう感じですね。使わなくても全然問題ないと思うので。はい。で、えー、あと一つですね、あと一つ、次に説明することは、まあ、一応あの、ここには取り上げていないんですけども、あの15ページ。 一応見ておくと、あのここでひらがなのときじゃないですか、これ。で、この漢字のときの場合もあるんですよね。で、これはある時点を示すんですよ。こうこういうのを見ると、例えば、停止条件付き法律行為は、えー、停止条件が成就したときからその効力を生ずる。これは純粋にそのときってことです。その時点から。はい、そのときに。 だから条件、if ではなく fen ってイメージかな。英語で言うと。な、うん何とかの場合とか、さっきのひらがなの時きは、if、まあのイメージじゃないですか。こういう時は、こういう場合は。で、この時は本当に fen です。その時点で。うん、それ、漢字の時とひらがなで日本語は使い、あのあの法律は使い分けるんですね。 それだけです別にこれもあの普通に日本語読めば絶対わかるからあの覚えておく必要はないんだけどもあと他にもいろいろあるんだけどもまあもう全部やる必要はないです気になるんだったら見ておけば問題ないくらいの話ですでただ4番これはめっちゃ大事段違いに大事これ絶対覚えてほしいこれはですね推定するっていう法律用語とみなすっていう法律用語があって これは厳密に使い分けられていて、この使い分けはめちゃくちゃ大事です。でまず、推定するっていうのは、こんな条文があるんですよ。民法188条。占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定するで。占有って何かっていうと、普通に持ってるってことです。占有って普通に持ってるってことで、でこれ、民法で詳しくやるんだけども、 あの持ってるって意味って他に言い方ないですか占有って言葉あるよね。皆さん、他に持ってるっていう言い方知ってます漢字に文字で。まあ、いくつかあるかもしれないけども、法律でよく使うのが所有なんですよね。で、占有と所有は同じではありません。違うんですよ。占有っていうのは普通にもう、たこ,ういうこういう状況、もうまさに持ってる。こうこうイメージ、イメージ、こういうこと。所有っていうのは、 これを所有する権利があるってことです。完全には所有権があるってことです、要するにね。で、占有するものは適法に有する権利があると推定するっていうのは、これね、私、まあ事実上持ってるじゃないですか。で、これ皆さん、このペン誰のものだと思いますか普通に私のものだと思うでしょ。私が適法に持ってると思うでしょ。まさか私がこれを誰かから盗んできたものだと思ってる人いないですよね。そういう話なんですよ。 その人が事実上持ってるってことは、その人が適法に持ってるんだろうねということが推定されるって話なんですね。だいたいそうみんな思うよね。そういうのを推定って言うんですよ。普通そうでしょと。ただ、これを私が誰かから盗んできた可能性ってゼロじゃないですよね。そうなんですね。で、そういう時は、推定って覆えるんですよ。普通こういうふうに考えるけども、そうじゃない事実が明らかになったときは、あの、 違うふうに考えますっていうのが、これは推定です。で、みなすは、この覆るっていう現象が起きないんですよ。で、これ、今はないんだけども、昔あった条文で、民法753条って昔あったんですね。これ、どんな条文かっていうと、未成年者が婚姻をしたときは、これによって、成年に達したものとみなすって書いてる。これ、あの、なんで今ないか皆さん分かりますかね。 あのまあ、法律改正で、成年になる年齢変わりましたよね。もともと20歳だったんですよ、成年になるのが。で、それが18歳に変わったんですよ。で、昔、結婚できる年齢って、男性が18歳、女性が16歳だったんですよ。でそれも変わって、男性も女性も18歳になったんですよ。つまり、全部18歳になったんですよ。成年になるのも18歳、結婚できるのも18歳。 だから今は、あの、未成年が結婚するっていう現象が起きなくなったんですね。ところが昔はあったんですよ。成年が二十歳で、えー、結婚は男性18、女性16だから、18歳と16歳で結婚したら、両方未成年で結婚してることになるよね。っていうふうに、昔は未成年同士で結婚できたんですね。ただ、未成年って結婚したら、もう成人と扱われるっていうルールがあったんです、昔。で、これはみなせなんですよで。結婚してるってことが分かった瞬間、それはもう成年になるんです。 何歳だろうが。それを後でよく調べて、あんたは結婚しているけど、やっぱり見せ年ないんだいうことには絶対にならないよ、ね、覆らないんですよ。見なすって書いているものはこれ、めちゃめちゃ大事ですので、ね、これは絶対に覚えておいてください。ゃは、えー、次いきますね。あと5分ぐらいで休憩を取ります。えー、法解釈の知識。えー、これ、法解釈っていうのは、あの法律って、あのこう、 いくつか、ね、あの解釈の、えー、と仕方によって、ね、あのこう読み取り方が変わることがあって、だから、いくつかそういうその解釈のルールって知っておかないといけないんですね。で、まず大前提は、ここに書いてあるように、ね、その解釈に争いが生まれると論点になるっていうことだけども、この法律がルールがあって、これをこういう意味で解釈しますって A さ,ん A さんと、こういう意味で解釈しますって B さんがあったら、意識してるルールが違うことになるよね。こういうのを争点って言うんですよ。 もしくは論点って言うんですよ。これはよく司法試験に出るんですよ。この法律をどう解釈するか。自分に有利に解釈したいに決まってるじゃないですか。ね、複数の解釈ができるんだったら。そこで争うのが、あの、まあ、論点、争点なんですね。で、そのルールとしてまず、一番目、分離解釈。これはもうそのまんまです。日本語の意味として解釈することを分離解釈と言います。言葉の通常の意味に従って解釈すること。これ当たり前の作業ですね。書いてある日本語を日本語の意味で考える。 はい、で次が、えー、目的論的解釈で。これは立法趣旨、立法目的にかなうように解釈する。これ、法律って何の目的もなく作らないですよね。例えばさっきだったら、あのこの法律ね、説明したじゃないですか、時効の,の利益はあらかじめ放棄できないって、これ、こういう理由だよって説明しましたよね。こういうなんか目的があって法律って作られてるから、その目的をあの達成、目的に、 からなんか近いい意味に解釈すする方が合理的じゃないですこういう目的だったら A と B で意見が分かれててでももともとこの法律ってこういう目的があってその目的に近いのは A さんの方だよねってなったら A の方で解釈する方が自然なわけですね。例えば弱者を守るために作った法律だったら弱者が守られやすいように解釈した方が基本的にはいいわけですね。こういうのを目的論的解釈って言います。 もうこ,ういうこの法律にはこういう目的があるから、こういうふうに解釈するとかって、まあ、論文で書くこともあり得る話なんですね。で、この3番やってから休憩にしたいと思います、ね。ちょっと3番時間かかっちゃうかもしれないけども、ちょっとこれだけやって休憩にしたいと思います。えー、反対解釈。でこれ、A は B を A でないなら B でないって解釈することを言って、あのー、例えばね、民法の792条にこう書いてるんですよ。20歳に達した者は養子をすることができる。 だからあの、自分が産んだ子じゃない人を自分の子としてあの迎え入れることですね、養子ってね。これ、20歳になった人はできるって書いてるんだけどもあの、20歳になってない人ができるかどうかって何も書いてないんですよ。で、この時に使うのが反対解釈です。A は B を A でないなら B でないと解釈するんですよ。つまり、20歳に達したものは養生することができるっていうのを、20歳に達しないものは、これ死が抜けてて申し訳ないです。ごめんなさい。 達しないものですね。20歳に達しない者が、養子をすることができる。あ、できないというふうに逆の意味にとるんです。こういうのは反対解釈というんだけども、この民法792条に関しては、この反対解釈は正しいんですよ。これをそう考えるんですね。二十歳になったら養子を取れるっていうのは、二十歳にならなければ養子を取れないというふうに考えるのが正しい解釈なんだけども、これね、注意してほしいのは、これ常に正しいとは限りません。 でここだけ説明したから休憩入りたいと思うんですけど、これね、ちょっと高校で勉強した数学 A でやった話になっちゃうんだけども、ちょっとあの、分かんなくてもいいです。あの例として出すだけ,なだけなんで。ね、数学の世界で、多分習ったと思うんですけど、A なら B みたいなことを命題って言って、で、これがね、A でないなら、 B でない,、まあ、ない。否定をこれ上に横線とか数学で書くと思うんだけども、こういうの裏って言いましたよね。で、反対解釈ってこの裏と同じなんですよね。A は B を A でないなら B でない。で、これまあもうちょっと続けると、あの他にもあったよね。これ、B は A って書くの、これ逆って言って、えー、B でないなら A でないっていうのを待遇って言うんだけども、これ言葉は別に覚えなくていいけども、 このルールって覚えておくとですね、あの予備試験であんあの、一般教養でこれ知ってたら解きやすい問題が出る可能性があります。だからまあ一応、これ知らない人はもしかしたら今日あの復習しておいてくれたらいいかもしれませんね。あと公務員とか死亡する人はあの公務員関係の試験でこんなの出ることもあるんじゃないかなと思います。で、反対解釈で要するにこれじゃないですか。ね、これは反対解釈なんですよね。 で、この命題に対するまあ逆裏待遇っていうのがあって、この中でもしこの命題が正しいなら、これ法律がこれなんだよね。法律がこれ正しい場合、絶対に正しいのどれかって、これ高校で習いましたよね。これ待遇だけなんですよね。絶対正しいのって。こいつらは正しいか正しくないか分からないんですよね。だから、あのこの反対解釈って絶対常に正しいとは限りません。これ例を取ると、 カラスは鳥というね、命題。これ絶対正しいよね。カラスは間違いなく鳥です。でもこれ裏、裏、裏どうでしょうカラスでないければ、鳥でない。じゃあ、鳩はどうなの鳩、鳥だよね。鳩はカラスじゃないけど、鳥だよね。正しくないね。逆もそうだよね。えー、鳥はあ、鳥はカラス。これも正しくないね。鳥にもカラス以外の鳥いるんだから、鳥はカラスも正しくない。でもこれ絶対正しいね。鳥じゃなければ、カラスじゃないよね。 鳥じゃないものがカラスなことありますこの世の中で。絶対ないよね。だから、えー、この中で正しいの対待遇だけなんだけども、この中で、この裏と等しい解釈をするのは反対解釈といって、これが正しい場合もあれば、正しく場合ない場合もあるから、それはケースバイケースで考えていくということだけはしっかりと覚えておいてください。余裕があればこれを覚えると、他の試験、担当問題で得することもあるかもねっていう話でした。はい。じゃあ、ここであの約10分間ですね。10分間休憩を取りたいと思いますから、10分間休憩してください。 では、後半の講義を始めていきます。よろしくお願いします。えー、続きですね、4番の拡張解釈っていうのを見てみましょう。この拡張解釈っていうのは、まあ、意味の通りなんですよね。あの拡張なので、あの条文に書いてある言葉の意味を広げて解釈することを拡張解釈って言います。例えばここに書いてあるようなあの,刑法の 129条1項の汽者っていう言葉があるんだけども、これをガソリンカーも含みますって言った判例があるんですよ。昔のね、本当、昔の昭和15年の判例なんだけども、129条かどんな条文かちょっと見てみますね。このレジュメに載っけてあるので、刑法129条1項、過失により、汽者、電車、もしくは感染の往来の危険を生じさせ、または、 汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊し、もしくは感染を転覆させ、沈没させ、もしくは破壊したものは30万円以下の罰金に処する。どんな過失だよって感じの犯罪なんだけども、スケールでかすぎるんだろうっていうような犯罪なんだけど、この中に何を壊したときって書いてますよね。汽車と電車と感染ですよ。この3種類を壊したり転覆したりしたら30万円以下の罰金だと。で こういう条文がある中で、ガソリンカーっていうものをあの、まあ、転覆させたような事件が起こったんですね。で、ガソリンカーって何かっていうと、あのこれ今はね、うん、使わない言葉だと思うんです。昔の本当に判例なんで、昔の乗り物なんだけども、ガソリンカーって、私もね、ガソリンカーそのものに詳しいわけでも何でもないので、本当ネットで調べたら出てきたってだけなんだけど、これね、あのガソリンを、あ、ガソリンエンジンか。 ガソリンエンジンを動力とする、えっ、ー、と、まあ、鉄道車両なんですね。ガソリンカーっていうのは、ガソリンエンジンを動力とする鉄道車両なんです。で、じゃあ、これ転覆させたりしたら、あの、どうなるかと。 で、刑法報129条を見ると、これ、罪に問えるのって、記者か電車か感染の場合なんだよね。で、これ、まあ、ガソリンエンジンを動力にしてるから、これ、要するに、電車はまあ無理じゃないですか。電車って電気で動く車だから電車なんだよね。無理ですよね。で、船も、まあ当然無理だよね。じゃ汽車に当てはめるしかないよね。でも、記者ってみんなどんなイメージありますか汽車まあ、記者、出ポポってあれですよ。イメージで言うとね。あの、ポッポってなんかこう。 蒸気出すような蒸気機関車みたいなイメージだね。ガソリンエンジンを動力とする鉄道車両ってあんまり汽車って感じしないじゃないですか。なんだけどもこれは汽車にも含めたんです。うん、まあまあなんでなのかっていうのは詳しい理由なんてわからなくていいんだけども、まああの結局そういう鉄道系の鉄道系のものを転覆させるっていうのはやっぱ普通のものに比べて被害が大きいから犯罪にするよっていう趣旨じゃないですか。 で考えたら、まあ、ガソリンカーっていうのも、記、ま、者、あ、に含めるほまが、あまあ、法律の趣旨にはしっくりくるわけなんで、まあ、あのそういうふうに解釈されたのかなというところなんですが、えー、こういうふうにあのこう言葉の意味を広げて解釈することをあ拡張解釈って言います。で、その逆が縮小解釈です。で逆にこれ、つまり言葉の意味を狭く取るんですね。 例えば、民法の94条2項に、こんな条文があります。全項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないという規定があって、これ、意味は分からなくていいんだけども、ここで注目してほしいのは、第三者という言葉です。で、第三者って皆さん言ったら、どんなイメージ持ちますか。第三者 だから普通に考えたら、第三者っていうのは、関係ない人たちってイメージじゃないですか。日本語の感覚として。関係ない人たち。だから、第三者って関係ない人たちって言ったら、あの例えば今、はい、なんていうの、この、はい、今、この授業の第三者って言ったら、ここにいらっしゃる皆さん以外の世界全員のことを指すってイメージじゃないですか、第三者って言ったら。じゃないんですよ。そこまで広くないんです、この第三者って。っていうか、なんなら逆に関係ある人なんですよ。実はこの、ここでいう第三者の本当の意味って。 これ第三者って通常、当事者以外全般を指すと思うんだけども、その範囲をそう広く取らずに、実はこの法律って限定して考えてて、でここで第三者、どういう意味で考えられてるかというと、今は覚えなくていいですよ。えー、当事者およびその包括証券人以外のもので、虚偽表示の目的につき、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至ったもののことを第三者って言って、ここに書いてあるように、あの 新たな独立した法律上の利害関係を第三者って意味からしたらないものになるでしょ普通に考えて逆なんですよ有数に至ったものむしろちょっと関係ある人じゃないと第三者って呼ばれないっていよくわけわかんない解釈するんですよこれが縮小解釈なんです、ね、でちなみにこの民法94条2項っていうのは大学1年生の方よく聞いてほしいんですけどもおそらく皆さんが最初に受ける民法のテストここめちゃめちゃ重要になります 大学1年で最初に受けるテストは、この94条2項があのそのまま試験に出る可能性十分あります。私の時は私大法学部、早稲田法学部、大学1年の時にこれ出ました、思いっきり定期試験で。で、これはあのこの講義の中であの、無料体験の中でも扱うことになっているのであの、気になる方は94条2項とかあ、もう少し自治体とかそれ聞いていただけたらいいと思うんだけども、その時は必ずこれ覚えてほしいんですよ、ね。試験本番でこれかけてもらいたいです。 94条以降の意味はまだ説明しませんけど、それ今日の趣旨じゃないんでね。でも、勉強したときは、必ずこの言葉の意味は、第三者とはこういうものを言って、書けないといけません。定期テスト対策としてはね。もちろん司法試験でもね。はい、で、続いて、えー、類推解釈っていうのがあります。えー、類推解釈って何かっていうと、えー、条文に直接当てはまらないけども、類似しているケースに条文を適用することを、えー、類推解釈って言います。 でえー、民法の416条ってちょっとみ見てもらうと、416条、はレジュメに載っけているので、これですね、416条、はいえー。債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。はいえー、債務の不履行って何かというと、約束したことを守らないってイメージです。 ここに債務不履行っていうのは、ざっくり言うと、約束したことを守らない場合は、それで損害被った場合には、その通常生ずべき損害の賠償をさせることができますよと。で、さらに2項があって、特別の事情によって生じた損害であっても、だから通常じゃなくて特別でしょっていう損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる。 こういうお金、約束破った人にお金を請求するときに、いくら請求できるかっていうルールがあるんですね。416条に、ね。で、一方で、民法の709条、これもお金請求するときに使う条文なんだけども、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を。これ,これも、これも、お金を請求するときに使う条文なんだけども、使う あのケースが違って、416条は今約束守らなかったというケースですね。あの例えば、まあ、物を買いましたと。で、えー、それをあ買ったら、それを売ってもらうっていう権利あるじゃないですか。それまあ、あの売ってもらう ことを前提に例えば、それを使って商売しようとして、いろんな準備してたのに、それを結局売ってくれませんでしたと。そしたら、せっかく準備してたのが、いろんな無駄が生まれますよね。そういうお金を請求するっていうのが416条で、これは709条は不法行為って言って、約束とか関係なく、例えば、道歩いてたら車にひかれたみたいな、これ不法行為です。引かないでって約束してないよね。約束してない人にいきなりむちゃくちゃなことされて、えー、損害を被ることを不法行為って言います。これ、約束なくても適用できます。 こういうふうにあの使うシーンが違うんだけども、どっちもお金請求したいんですよね。治療費とかね。車に引かれたらね。うん、でこの時に、えー、債務不履行の時は、お金どんだけ請求できるかっていうルールが書いてあるんだけども、不法行為の時って、これによって生じた損害って書いてて、この損害がどこまで請求できるか詳しく書いてないんですよ。じゃあどうしたらいいのと。約束違反の時はこんだけ詳しく書いてるのに、ここ詳しく書いてないんですよね。 でこの時に使うのが、類推解釈ってもので、つまり条文に直接当てはまらないんですよね。えっと、416条って約束違反だから、それをあの約束してない不法行為で使うのは、直接当てはまらないじゃないですか。でも、それによって生じた損害を賠償請求するっていう点では類似してますよね。直接当てはまらないけども、類似しているケースに条文を使うことを類、えー、推解釈って言います。 ここに書いたように、民法416条の債務不履行における損害賠償の範囲を、不法行為における損害賠償のケースにも適用することです。で、今からお話しすることは、まあ余談なんですが、法律に関係がある話で、じゃあそもそもね、あのなんであの債務不履行の時はちゃんとああいう決まりがあって、損害賠償請求、あえー、と不法行為の時はないのかっていうとあ、まあ私が読んだ文献とかで書いてた説明にはですね、 あのまあ、債務不履行って約束を守らないというパターンが原則というかそれ、それのことを言ってるんですけども、不法行為ってめちゃめちゃいろんな種類があるんですよ。人にいきなり殴られたとか、あのそれも不法行為だし、まあ、車で轢かれたも不法行為だし、えーと、配偶者に浮気されたっていうのも不法行為ですね。ここここで普通に授業してててていききなり地震がが起の設置が悪くて 古くて、なんか電球がバーンと落ちてきて、私、怪我した。これも不法行為なんですよね。地震は不法行為じゃないけども、これをちゃんと設置しなかったことが不法行為なのね。上のライトとかはね。これは、この建て、あのこれの管理者に請求できるよね。こういうふうに不法行為っていろんな種類があるから、あのその種類によって柔軟にいくら請求できるかを解釈できるように、わざとあの損害賠償請求の時は、そういう規定を置かなかったんだということらしいです。 ただじゃ結果としてあのそ、債務不履行と同じ条文を使うという判例が言ったので、結果としては債務不履行と同じ条文が使われているから、まあ、あんま意味ないじゃんって思うかもしれないんだけども、も全く意味ないわけじゃなくてあの、法律で1回決めちゃうと、それ法律変えないとどうしようもないでしょ、法律を変えますって国会で議論して変えないとどうしようもないんだけども、も解釈っていうのは、ケースバイケースで変えれるんですよ。 ここめちゃめちゃ大事な話で、あの法律って一回決めたら、法律自体を変えない限りどうしようもないんですよ。あ、このケース、この法律使うと、よく考えたらおかしいよねってケースでも使わざるを得ないんですよね、普通はね。でも解釈っていうのはその時々に変えれるから、なんで、実は法律ってわざと解釈で変わるように作られているんですよ。ここが分かんないと、ちょっと法律の勉強をなんかしにくいんですよね。 あのなんで法律ってこんなにいろんな解釈ができるのっておかしくないそもそも最初から一等になるのでバチッと決めるよって思うかもしれないけどもそうじゃないんですねわざといろんな解釈できるようにしてあるから必然的にいろんな解釈が生まれてその中でどれが妥当かをあの選ばなきゃいけなくなってくるんですよそれをするのが結構法律のメインの勉強だったりしますだから例えるなら法律ってあのゴムでできたパンツみたいなもんなんですよ 一回作っても体型変わってもゴムでできたパンツだったらその体型に合わせてフィットしてくれるじゃないですか。でもスーツみたいな生地だったら体型変わっちゃったら着れなくなるでしょ。それと一緒なんですよね。それと一緒なんで、あのまあ、法律はゴムパンツみたいなもんだと思って、いろんな柔軟な解釈の中で一番適当なものを選ぶんだという勉強だと思ってください。<laughs> えではですね、えー、次第2編で実体法っていうのを見ていきます。まあ、実体法って説明、えー、まだしてなかったか。 えっと、実態法っていうのと、あのこれ、もうちょっと進むと,、えー、っと、これかな、第3編、訴訟法っていうのがあって、あのーまあ、さっき広報と司法の区別はしたかと思うんだけども、他の区別の仕方として、まあ、実態法と訴訟法、もしくは手続き法っていう言い方もするんだけども、実態法っていうのは、まあ我々の権利利益に関することについての法律、まあ、こういうふうな契約したらこうなりますよとか。 まあこういうことをしたら犯罪ですよとか、まあ、権利義務を決める法律。その権利義務をき決める法律とは違って、手続き法、訴訟法っていうのは、訴訟とかするときの手続きに関する法律です。裁判というのはこういうふうにしますよとか、そういう手続き的なことを決めたのが、手続き法とか、訴訟法とかって言って、まあ、その区別って別に元、その区別をしろって問題はほとんど出ないので、知らなくていいんだけども、まあ、一応タイトルはそういう意味ですよと。 でまず憲法から説明していきます。あの憲法っていうのは、えーと、役割から説明していくわ。憲法の役割っていうのは、国家権力の乱用を抑制し、国民の権利、自由を守るのが憲法の役割です。つまり、憲法っていうのは、いわば私たちのためにあるんですね。つまり、国家権力の方を縛る、国家権力から私たちを守る盾みたいな存在が憲法です。 でその中にさらに詳しく、憲法の規定は大きくです、ねえー、人権と統治に分かれてるんですよ。人権っていうものはこういうものだってやってる規定と、統治っていって、国をあのこう管理する、国を収、まあ、めるためのシステムに関する規定と両方あるんだけども、メインは人権なんですね。でこれは、まあ、あの司法試験でも基本的に人権に関する問題が出ることの方が多いです。統治はまあレアです。 今はね。で、統、え、治、ー、は人権保障の手段なんです、ね、いわば。つまり、なんで統治っていう条文があるかっていうと、人権保障のために、人権保障する手段として組み込まれていて、その例をちょっと紹介しますね。憲法の43条、これは統治に関する条文なんだけども、両議員、つまり参議院と衆議院のことですね、両議員は、全国民を代表する選挙された議員で、これを組織するって書いてるんですよ。つまり 要するに、我々が選んだ議員だけが、我々が選挙で選んだ議員だけがね、これ、選挙されたって書いてるよね、その人だけが国会,を国会議員、参議院、衆議院の議員になれるんですよ。それ以外の人はなれない。これ、統治の仕組みなんですね。そうすることで、我々が選んだ人しか、そういう法律を作る人になれないから、つまり我々の意思を無視するような人が、法律を勝手に作るっていうことが起きませんよね。 そうすると必然的に人権が守られるんですよ。り人権を守るための国のルールってこういうイメージなんですね。で、ここまでだったら本当にもう中学校レベルの話になってるんだけども、司法試験でそれをさらに深めたような議論をしていくんだけど、例えば、これ別に今あの覚えろって趣旨じゃないんだけど、例えばで、じゃあですよ、これ、まあ、国会議員って言ってもあの、なんか政党とかに所属することが多いと思うんだけど、その政党に所属した場合に、政党が 国会その政党のメンバーを除名処分ということをすることがあって、でそのあんたもこの政党のグループから出ていけみたいな除名処分があって、除名処分したときに同時に国会議員としての資格も失わせるっていうルールを作っていいかっていう問題があるんですね。で、ここはこの全国民を代表するって、こっちのワードに関連してくるんですよ。 さっき私が言った話ってどっちかというと、この選挙されたに関連した話じゃないですか。選挙した、選ばれた人だけが法律作れますよと。一方で、じゃあこの全国民を代表するっていうところにもいろんな解釈があって、つまり、要するに、政党のメンバーだから、ね。なんちゃら党とかあるじゃないですか。そういう政党の,あのメンバーだとしても、えー、基本的には全国民の代表なんですよ。 自民党の議員だろうが、なんちゃら党の議員だろうが、それは全国民の代表で、特定の政党の代表としてはないんですね。まあ、ここに書いてあるから。で、だから、そう考えると、議員資格を創出させることはこれ、できないっていうふうな結論になるんですね。あの政党を除名して、政党の党員じゃなくすのはいいんだけども、それで国会議員そでなくすと何が起きるかっていうと、 各議員が全国民はこう考えてるから、こうすべきだって考えても、政党の意見と矛盾することできなくなっちゃうよね。除名されたら国会議員の資格失うってなったら。だけども、全国民の代表ってことも重視するんだったら、たとえ政党と意見が食い違っても、自分が全国民の代表としてこうするんだって考えるんだったら、国会議員はそうしなきゃいけないんですよ。全国民の代表って書いてるんだから。だから、そういうルールをちゃんと徹底するために、えー、じゃあ、除名処分したら議員でもなくなるっていう、それはやりすぎだよ。 この条文の趣旨に反するでしょっていうような考え方をとる。これが憲法の司法試験レベルの解釈です。もちろんこれ、いろんな解釈ができます。解釈の一例を紹介したっていう感じです。はい、で次に人権。ここが司法試験。まあ、他の試験は結構ここがメインの試験が多いと思うんだけども、えー、よく出ます。で、人権。今回、あの4種類の人権をちょっと紹介しますね。4種類にカテゴライズしたら、あのこの4種類にカテゴライズできるんだけども、えー 包括的基本権と消極的権利と積極的権利と能動的権利にカテゴライズできます。で、まず包括的権利なんですが、これはそのままですね。えー、広い権利です。幸福追求権って言ったら、えーまあ、結構広いんです。幸福追求権の条文をちょっと紹介すると、こちらですね。憲法13条。全て国民は個人として尊重される。 えー、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利。これですね。国民、えー、幸福を追求する国民の権利。で書いてるね。これが幸福追求権なんだけど、めっちゃ広いでしょ。何幸福追求権でめっちゃ広い権利なんですよ。こういうのふうに広い権利を包括的基本権と言います。で、まあ、あと、平等権っていうのがあるんですね。平等に扱われるための権利とかっていうのはあるんだけども、こういうふな権利があって、まあ、包括的権利。で、まあ、この幸福追求権っていうのは、いわゆる新しい人権と言われていて、つまり、 あのー、後で見るように、これ、表現の自由とか、学問の自由とか、いろんな自由があるんだけども、これ、ここに載ってない自由がどうすんのと、例えばプライバシーの権利とかそうだよね、今、プライバシーの権利ってめちゃめちゃ大事なんだけども、昔、これ、憲法に入れられてないんですよ。じゃあ、これ、プライバシー、国が、これ、国がどうこうしたときに、我々が守るためなんですよ。国が勝手に個人情報とか公表されたら嫌ですよね。でも、それを国,に対国がそんなルール作って、我々がそういう違反だっていうときに、憲法を使うんですけど、 プライバシー侵害してはいけないっていう、プライバシー侵害されない権利がなかったら、国に文句言えなくなるんですよ。そこで登場するのがさっきの幸福追求権、つまり、プライバシーなんて公開されたら、幸福が追求できないだろうっていう理屈なんですよね。なんかまあ、しっくり来る子ない子はもう置いといて、そういうもんなんです。だから、こういうのをプライバシー権利とか、その憲法を作ったときに発想が及ばなかったような新しい権利っていうのをどんどん守るためにあると思ってください。 これ余談なんですが、この幸福追求権の9の字なんですけど、 これを、なんか、この、司法試験でこの問題出したときに、多分この9の字を間違えてた書いた答案がいくつかあったようで、そのさっき紹介した採点実感っていう中で、この9の字を間違えるなんか、消しからん持ってのほがだみたいな,な、すげえ怖いあの文章があったので、ちょっと気をつけてねってことださっき言っときます。あの、漢字間違いは、まあもちろんダメなんだけども、この追求っていろんな日本があるじゃないですか。その中で、幸福追求みたいな追求を間違えたら、なんかめっちゃ怒られてたんで、採点実感で。ただこれ、論文って、 あの条文見れるんです、司法試験は。だから、皆さん,、うん、忘れたら条文見てください。あのはっきり、ここに追求って書いてるんであの、落ち着いて条文見て漢字書くようにしましょう。それだけです。で、あとは、えー、と消極的権利、これは、なんか自由にやらせてもらう権利です。何かやったときに、国からそれやるなって言われない、邪魔されない権利ですね。でこれもさらに細かく、精神的自由とか、経済的自由とか、人身の自由とかって分けることができます。うん でこれはまあ、あの細かいのは別に今覚えなくていいです。いろんなある。例えば表現の自由とかね。あのこう表現でめちゃめちゃ大事だから表現は自由にしているようとか、学問の自由ね。学問どんな勉強しても勝手でしょっていうことなんですけども。で経済的自由ね。あのどんな商売してもいいでしょとか。まあ、そういう自由があるわけです。で次、積極的権利。これは、えー、消極的権利の逆なんだけども、国家に対して活動をあの請求する権利ですね。うん。何、えー、かしてくれと。 消極的権利は何かしてくれるな、何もしてくれるなっていう権利なのに対して、積極的権利は何かしてくれっていう権利で、まあ、受益権っていって、えー、国等の賠償責任、これ、国にお金払ってくれっていう権利があるんですね。これ、具体的には国家賠償法っていう法律があって、これを使って国に賠償請求します。あとは製造権とかね、これ生活保護法ってあるよね。うんあのえー、お金か もうない人に対して最低限の生活を保障するためにお金を国から支給するような権利。つまり国に何かしてくれっていう権利が積極的権利です。で、次4番目が、えー、これはまあ、あんまり出ない権利なんだけども、まあ、能動的権利。国政に参加する権利なんて言われて、まあ、選挙する権利なんか当たり前だよね。国の政治に参加していきますと。あと、請願権っていうのは、あのなんかお願い事をする権利なんですね。 国とか地方公共団体にこういうふうなことをしてくださいってお願いを出す権利です。あくまでお願い出すだけ。で、それはお願い出して、なんかこんなお願いしてくるなんかとんでもないやつだな、ちょっとこいつ危ねえなとかって不利益な取り扱いをされないよっていう権利です。こういうふうにいくつか権利があって、で、これはまあ憲法のまとめなんですが、この論文式試験ではですね、これらの権利のうちのどれかしらが制約されることが多いんですよ。その中で、その制約が憲法に反しないかどうかを論じるんですね。 でこの時にめっちゃ重要なのが、あのこれ、判例がめっちゃ重要で、なぜなら、これ、条文がめちゃくちゃ抽象的なんですよ。条文が抽象的だから、深い判例知識がないと、あのこれ、とてもじゃないけど、あの問題解けません。例えば、まあ、一つ紹介すると、憲法21条の表現の自由なんて、条文になんて書いてあるかっていうと、集会結社言論、出版、その他、一切の表現の自由は、これを保障するって書いて終わりなんですよ。 でも、何でもかんでも保証されるわけじゃないんですね。保証するって書いてるけども、例えば、当然、他人の悪口とか好きかって言っていいわけじゃないよね。そういうふうに、表現って一部規制されてて、それの規制がどこまで許されるかっていうのが憲法の問題なんだけども、それって条文見ても何にもわかんないでしょ。だから、判例を使うんですよ。 こういう時に、こういう基準で裁判所は判断した。あじゃあ、そういうふうに判断したんだったら、このケースとも同じように判断しようかってことで判例使うんだけども、この判例もたくさんあって、それはあの近い地方試験で問題になってるケースに、一番近い判例を知ってると、めちゃめちゃラッ,ラッキーっていうか、そうすると、いい答案作れるんですね。 で、司法試験の答案って、なんか判例、この判例について言及してほしいなっていうものを出題者が想定して作ってることが結構多くて、それをちゃんと勉強していくことが大事です。表現の自由もいっぱい種類があるから、1個とか2つとか知ってても全然話にならなくて、あの、まあ、まあ、10以上は知っておかなきゃいけないね、表現の自由だったらね。表現の自由だけでもね。そういうふうに、えー、と知っておくべき勉強しておく判例がある。で、 まあ例えばちょっと今、あの架空の、あのー、話をすると、例えばね、こういう法律ができたとしましょう。新聞紙を発行してはいけませんという法律ができました。新聞紙を発行してはいけませんとい,、はい、い,いう法律ができたら、この中のうちに、まずどの権利が制約されているかというのを最初に考えるんですよ。で、これ考えるときに、出題者が想定している権利と違うものを選んだら、えー、とかなりやばいです。場合によっては0点です。 これの時にまずこういう法律ができたって時に、どの権利が制約されてるかというのをまず選ばなきゃいけない。これが正しく選べるかがもう一番大事なことですね。で、新聞紙を発行してはいけませんという法律ができたら、この中でどの権利が制約されているかってちょっと考えてみると、え実はですね、まあ、私としては、まあ、一番フィットするのが2つあると思っていて、1つは表現の自由です。 新聞っていろんな表現がされるから、表現ができなくなると新聞でっていうことで表現の自由が制約されていて、もう一つは職業選択の自由ですね。新聞紙発行できないってことは、新聞記者とかになれないわけですから、職業が制限されますね。まあ、こういう二つがあると。で、二つある中で、どっちを主張するかっていうのは、えー、と、これ問題によって変わってきます。問題によって、えー、と、この、 問題に誘導が文読むと、なんかこっちの方に書けて誘導があるなっていう時は、その誘導に従えばいいし、ない時が難しいんだけども、ない時は両方書くっていう場合もあれば、まあ、片方しか書かないっていうこともあって、それはもう本当に問題によって選択するしかありませんが、まあ、この時にミスったら本当にやばいよっていう話。で、じゃあ仮に、じゃあこの問題は表現の自由だとしましょう。はい、あの新聞作っちゃいけませんっていう法律ができて、それ表現の自由を制約してるらおかしいじゃないかって争うと。でこの 法律が本当に憲法に違反してないかどうかを考えるときに、問題になるのが、えーと、どこまでの制約が許されるか。で、表現の自由を制約してるんだけども、これ、もちろん何の理由もなく制約したら違法、違憲ですよね。だけども、理由があるはずなんです。理由は問題文を見れば分かるようになってるはずなんです、ね。例えば、さっきの問題だったら、えーと、もう資源が枯渇してしまいましたと。 もう紙を作るような資源がほとんどなくても、トイレットペーパーとか必要最小限の紙しか作れないようになったから、もう新聞紙とかは作らないでくださいと。でしかも新聞って、もうネットとかでも見れるんだから、もうネットにしてくださいっていう意思で、いろいろ作ると。で、それはなんか良さそうじゃないですか。つまり、確かに人権を制約してるけども、そういう事情があったらしょうがないねってことで、じゃあ合憲かなとかって判断していくので、えー、こういうふうな憲法の問題はそういうふうになってますよっていうことをちょっとイメージしてもらえたらいいかなと思います。 ででは次ですね、えー、民法、はい、民法っていうのは、まず役割から確認すると、えー、司法の一般法と言われていて、えー、一般法っていうのはあの、一番広い法律のことなんですね。我々が司法だから、我々一般人同士が契約とかするときのい一番あの広く使う法律のことです。 で、それの逆が特別法っていうのがあって、これは特定のケースしか適用されない法律のことを特別法って言います。だから、民法が一般法で、特別法っていうのは別にあるよっていうイメージ持ってください。で、ちなみに、民法も適用できるし、特別法も適用できるというケースはあるんですよ。そういう時はあは、原則として特別法を優先します。特別法が適用される場合は、そっちを優先するんですね。 で一つ具体例としては、特定商取引法のクーリングオフっていうルールが聞いたことある人も多いと思うんだけど、クーリングオフって要するに契約をなかったことにするやり方だよね。でこれって民法では一方的に契約をなかったことにはできません。だけども、クーリングオフはそれができるような特別なルールなんですよで。こういうのを特別法って言って、特別法だからどんな時にも使えるわけじゃないんですよね。ある特定の時しか使えません。ちょっとこれ紹介しておくと、 こちらですね、レジュメのこれ、特定商取引に関する法律1条って書いていて、で、この法律は特定,商特定商取引、つまり訪問販売とか通信販売、電話勧誘販売にかかる取引、連鎖販売取引、特定継続的、勤務提供にかかる取引、業務提供、誘引販売取引並びに訪問購入にかかる取引を言うって書いてて、はい、こういうものに適用する法律ですよってことなんですね。だからこういうものしか。 こういう売買契約とかしか、クーリングオフっていうのは、この法律では適用されないよってことを言ってて、こういうのを特別法って言います。例えば、クーリングオフができるのは、訪問販売みたいになんか、いきなりピンポン、ピンポンって帰ってきて、いませんかピンポン、ピンポン。物売りつけに来ましたピンポン、ピンポンとかね、そんなこと言うかって感じだけど、ピンポン、ピンポンって来て、はい、ガチャって出てって、何ですかって言って、なんか、物買いませんかって、それで買っちゃったと。 あとになってこれいらないなと思うわけです。なんかこれ、なんか忍者なりきりセットとか買ったけど、なんかこれいらないよなっ,つって。しかもなんかこれ、甲画派かよ。なんか俺、以賀の方が好きなんだけどか、なんかこれなかったことにしようかなって時に、初めて使えるのがクリーンオフです。うん。その時に初めて使える。だから、えー、普通の売買契約とかではまあ使えないわけです。だから、どんな時に特別法が使えて、じゃあ特別法が使えたらそれ使えばいいんだけども、そうじゃない時は、まあしょうがない、しょうがないっていうか、そういう時はもう民法を使いましょうっていう。 で、一番やっぱよく出るのは民法だけども、特別法が司法試験に全く出ないというわけでもない。たまに出ます。まあ、それは別に、だからといって特別法をどんどん勉強しろってことではなく、まずは民法を勉強して、まあ、たまに特別法とか出たときに、そのときに、あ、こんなんあるんだって確認すれば OK です。で、次ですね、民法の体系。これ、あ結構大事ですね。うん。これちょっと万毒点方式で私完全にちょっとごじっちゃったんですが、ちょっとあの、パです、これ。ごめんなさい。 めっちゃ地味な誤字してしまいまして、あのパンデックテン方式です。パンデックのン方式って言って、民法の並び順の話なんですね。民法っていう条文の並び順っていうのは、実は抽象的な条文から、より具体的、個別的な条文の順番に並んでるんです、民法って。で、一辺がそうなんです。一辺って総則って言って、民法全般に関する規定を最初にドーンと書いてるんですよ。で、その後に細かい条文で、えー、2辺物件。 3辺、債権、4辺、親族、5辺、相続というふうに、えーと、だんだん具体的にしていくイメージなんですね。つまり、相続は民法全般に関する規定、物件というのは人が物に対して有する権利、債権というのは人が人に対して有する権利、この辺、詳しくはまた個別で話しますが、親族というのは家族に関する規定、相続というのは人が死んだ時の相続に関する規定というふうに、まあこれ体系が分かれている、こういうのをパンディクテン方式っていって、でこれ何が、何を意味しているかというと、こんなケースを想像してほしいんですね。 例えば、勘違いで贈与の契約、約束をしてしまった場合、これどうしようかと。なんか、本当にただの石ころだと思って、これはいらないからあげるわって言った、言って契約、あげる約束したんだけども、後でそれめっちゃなんか高価な宝石だとか分かって、やっぱあれあげたくないなってなった時に、それをなあげないことができるか、これ法律でなんとかできないかって考えましょうと。で、まず、今言ったように、あげますっていうのは、これ贈与契約っていうんです、ね。で、贈与契約っていうのは、この、 債権っていう中にあるんですよ。で、より詳しくは、うんと34ページ。ちょっと見てほしいんだけども、ちょっとね、こんな図がセ,セブンサミットに載ってて、これね、今言った贈与っていうのは、ここにあるでしょ。ここに贈与ってあるんだよね。で、こっからはどんどん発生していくんですよ。まず民法全般の決まりがあって、その中に、 債権っていうのがあって、債権全般の決まりがあって、債権全般の中でも契約全般、債権にもいろんなものがあって、契約によって発生する債権であって、で契約にも契約の総則があって、さらに契約には贈、まあ、与、売買、交換とかいろんな種類があって、今問題になってるのはあくまで贈与なんだよね。だからまずここから探すんですよ、ね。でも、もしこの中に見つからなかったら、これパンデックタ方式、ここからが活躍する場所なんだけども、 遡っていくんですよここでなかったら、相則にさかのぼって、契約相則にさかのぼって、どんどんこうさかのぼっていって、はい、ここ、だから、この辺、まず、どこかっていうのをこう、どこの条文を探そうかって決めたら、そこになかったら、こうさかのぼっていくっていうイメージなんですね。で、今でいうと、贈与契約じゃないですか。だから、贈与の条文を見ると、あの一応、こんな条文があります、贈与には。レジュメの裏側のページにこれ載っけてるんですが、 550, 550条ちょっと見てほしいんだけども、民法550条、えー、書面によらない贈与は、当事者が契約を解除することができる、各当事者が契約を解除することができる、ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではないという条文があって、これ、どういうときに使えるかというと、約束しますで、それが書面書いちゃったらもう使えないんだよね、書面によらないだから、書面を締結せず、口約束であげますって言った後に、やっぱり なかったことにしてって言えますよっていう条文です。でも、これ使えばもう一発解決だよね。あこれ、贈与契約だから、贈与の条文を探して、これ使えばもういいや、これで終わりです、ね。ただ、もちろんこれ書面だ、書面交わしてたら使えないし、あと、ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではない、こういうのをたし書きっていうんだけども、あの正し書きに、これ、履行が終わったってどういうことかっていうと、今の例で言うと、もう渡しちゃった場合。 渡しちゃったらもうあの解除できません。このときも使えない。逆に渡す前はねあの、解除できるんですよ。どういうことかっていうとあの、あげますって約束した時点で、まだ渡してなくても、民法上は渡す義務ってもう発生しちゃってるんですよね。いやだ、渡したくないって言って、も裁判されたら持ってかれるんですよ。だけども、この条文を使えば、渡し約束しても、あの約束破るって言ってもあの OK っていうのが、この550条です。 で、これが使えない場合に、例えば書面とかだったら、もうこれ使えないじゃないですか。それだと、ああ、もうこれ、贈与の契約、この項目では無理だって、どんどん遡のぼると、ここに遡のぼったとしましょう。ここにですね、こういう95条っていう条文があって、これ、めっちゃ長くので、全部読まないんだけども、意思表示は次に掲げる、これ、錯誤ってあるよね。これ、錯誤の条文なんですね。錯誤に基づくものの場合は、なんちゃらいろんな条件を満たせば、振り消せるんです。 別書面でもです。だから、錯、え、誤、ー、っていうのを主張すれば取り消せる。錯誤って分かりやすく言うと勘違い。なんか価値のない石ころだと思ってて契約したんだけども、これ本当は高級なもので勘違いしてたんだっていう理由で、えー、取り消せる場合があります。ただこれは、ここにめっちゃ長いでしょ、この条文。これめっちゃ長いから、いろんな条件満たさなきゃいけないから、簡単には使えません。だから、基本的にこっちの方が条件満たしたら簡単に使えるよね。 面に終わらなくて契約をまだ履行してなければもう、はいって解除できるけども、これ使えないときは、どんどん遡っていって、まあ、こっちになっ,ち,ゃっちょっと難易度高いけども、もうこれしかないねみたいになっていく。これが民法の,あのイメージですね。今の例がこれですね。例えば、勘違いで贈与の契約をして,し,てしまった場合、95条という総則の規定と、550条という債権の,の贈与の規定、この両方を使うことができます。でどっちを使うかとか、その司法試験の問題を分析して考えるってことになります。 続いてですね、あだからこの論文式試験ではです、ね、この当事者の主張を実現する法律構成、民法とか特、場合によっては特別法とかを使って、この当事者が主張する、えー、ことを実現する法律構成を、まあ、自分で考えることがあるわけですね。だから条文っていうのをちゃんと理解しなきゃいけません。あとはその条文がどんな時に使えるか、これを要件事実って言うんだけども、さっきは550条が使える要件、説明しましたよね。 でああいう要件事実を満たしてなければ使えません。95条はまだ説明しなかったけども、これも、えー、民法の講義の中では詳しく説明していきます。次,次、商法商法っていうのはあの、まあ、会社法っていう言い方もすることよくあるんだけど、まあ、商法もしくは会社法のイメージで、役割は、えー、商人とか会社に関する特別法です。だから民法が一般法だったけども、会社でも商人でもない人たちの契約は民法でいきます。 でも会社の中の話とか、商人っていうのが出てきたときに、商人と契約するときとかっていうのは、この商法とか会社法っていうのを使います。で、かえー、一つ例を挙げると、商行為の代理では、県名は不要っていうのがあるんですよ。で、一方で、民法では県名が必要で、県名とか、専門用語だから、今、分かんなくていいんだけども、例えで言うと、例えね、例えだから理解、例えっていうか、理解はしなくていいんだけども、商法で504条っていうのがあって、 これ代理人がですね、代理人って普通、誰かのための代わりに契約する人を代理人って言って、で、代理人は自分が契約したいわけじゃないんですよ。誰かの代わりに契約するから、ここで代理人ですって言って契約した効果っていうのは、その代わりに代理しているその人に効果が発生するんだよね。だから、それ普通言わなきゃおかしいでしょ。 だから僕がいきなり他の人と契約したときに、何も僕言わなかったら、僕と契約してると思うから、私は誰々さんの代理人ですって言ってあ、あ分かりましたって、これを懸命っていうんだけども、商法はこれをしなくても、直接代理されてる本人の方に契約の効果がいくっていう決まりがあって、民法は逆です。民法は、この代理が懸命という意思表示をしなければ、これは私自身に効果がきますよっていう、これ、ルールがあるんですね。 なんで,でかっていうと、まあ、民法は当たり前でしょなんて、この人、私だと思ってるから、この人守保護しなきゃいけないよね、この人を守る,守るためにそういう法律があるんだけども、証拠っていうのは基本的に、あのこう普段や、証人って、要するに普段から契約してるわけですお得意様とかあるわけですよ。だから、いつもやってることなんですよ。いっつもやってる契約で、例えば、私がね、もういつもやってる代理人で、いつもお得意先に、あすみませんあの、いつものあらゆああるの,あの、発注お願いしますとか電話するじゃないですか。 その時、毎回毎回、あ、すいません、あの、〇〇の代理人の〇〇ですけど、いつものあれって、毎回言うのめんどくさいでしょ。だからもう、はい、はいあ、いつものあれお願いします。で、もう向こうも、あ、商人だから、あの代理人のあれねって分かるから、普通はしなくてもいいよ、みたいなことでイメージしてくださいで。こういう民法を修正したルールがいくつかあって、これが商法会社法です。で、商法と会社法の関係なんですけども、まず、会社法っていうのは昔なかったんですよ。もともと商法の一部だったんです。 でただ、あの独立しても会社法になっちゃったんですよ。で、なんで、この商法の規定、後で見てもらうと分かりやすいんだけども、途中でね、めっちゃ分断されてます。条商法って1条から始まって、30条まで続いた後に、えー、っとに、31かな、31まで続いて、あの32から500まで削除って書いてるんですよ。で、その後に501、えー、条から始まるっていうふうな、なんかこう、順番になってるんですね。 でそれはなんで31から、32か、32から500まで削除されてるのかっていうと、もともとここが会社法に相当する部分があったんだけども、もう会社法が独立しちゃったんですよね。なんで今はないという、そういう、えー、理屈です。で、なんで独立したかっていうと、あの、イメージしてほしいんだけど、皆さん、今、最近、商人と契約したなってなんか思い出ありますあの時商人と契約したなと思い出あんまないでしょ。会社とはどうですかあると思いますね。 ていうかこれ、受講してくれた人は少なくとも、体験、まあ、生はともかく、レックと契約しましたよね、会社と契約してますよね。はい、つまり、会社とはしょっちゅう契約するけども、も商人とあんま契約しなくなったでしょ。これは時代の流れがそうなっているから、今会社がほとんどだから、会社の方がもう大事になってきたら、会社を独立させたんですよ。だから、司法試験も会社法がほとんどです、出題対象は。商法はあんま出ません。だって、商人ってあんま今、あんまあ接する機会に少なくなってるから、そういう意味なんですね。 だから、今でも、もともと会社法って商法の一部だったから、今でも司法試験の科目は商法って呼ぶけども、出るのは会社法の方が圧倒的に多いです。もちろん担当とかで商法出るんですけどね。論文ではほとんど会社法です。はい、でその会社法の全体像ってどうなってるかっていうと、えー、っと、まあこれも民法と似てるんですね。まあ相とか、 あと、株式会社と持ち分会社ってあって、あの株式会社は株式を発行する会社、持ち分会社は株式を発行しない会社とか、いろいろありますで。大事なものは、例えば、設立とか株式とか機関っていうのは、会社を設立するときの規定とか、株式をに関するルールとか、会社の機関っていうのは、株主総会とか取締役会とか、そういう会社の組織に関する規定とか、まあ、こういうのがよく出たりしますね。あと、まあ、その、 雑則っていう中に、この訴訟っていうのがあって、会社法の中に、会社に関する訴えは民事訴訟とは別に、会社にも、会社法にも規定があるんですよ。会社が絡んでくる裁判するときの規定ね。そういうのもあったりして、この辺はよく試験に出て大事ですね。まあ、そういうのだけなんとなく押さえてくれたらいいと思います、はい。で、会社法の特徴としては、まず会社法は論文式試験で、これ、他の試験もそうなんですが、特に会社法は、 条文を的確に操作適用する能力が求められます。ややこしいんです、会社法って。結構。量も多くて。だから、あの、こう、条文、必要な条文をパパッと探して、あの、引用できる力とかが大事です。正しい条文を、正しい箇所を引用できるかどうかっていうところが結構差がつくやすいので、まあ、そういうものが大事だと思ってください。はい。では、続いて、刑法いきます。 で、刑法は、あの、もし、大学1年生で、これから春、えー、刑法の科目取ってます。刑法あの、大学で講義ありますって人は、よく聞いてもらうといいと思います。あの、その、刑法のめっちゃいい予習に,予習になると思うので,、うん、で。刑法っていうのはあの、まず役割から説明すると、どのような行為が犯罪になるかを明らかにすることが、刑法の、えー、大きな役割です。もちろん、これ以外にちゃんと罰を与えるっていうのもあるんだけども、それ以前に、 どのような犯罪行為が犯罪になるか分かんなかったら私たち怖くないですか何やったら犯罪になるか分からないとビキビキして何もできないんですよね。だからちゃんとこれやったら犯罪だよ。つまりこれやらなかったら逆に言うと犯罪じゃないよっていう線引きをちゃんとしてくれることがまず一番大事な役割だと思ってください。そういうのを罪刑法定主義って言います。大学1年で刑法を取ってたらまあほぼ必ずって言ってほど習うと思いますが、これ、刑犯罪と刑罰はあらかじめ 成分の法律によって明確に規定されていることを要するっていうのが財政法定主義の中身です。まあさっき言った通りですね、ちゃんと事前に決めてないと困るから決めとけっていう話です。何したらどんな刑罰かね。もちろん明確じゃないきゃいけませんね。で、例えばこれ財政法定主義の,あの、まあ、定義っていうか、まあ、こういう説明なんだけど、これって正直別に覚えなくていいです。あのこの言葉の意味はね。例えば ここは覚えなくていいんですよ。司法試験的にはね。ただ、大学1年の科目試験の場合は、もしかしたら覚えて書けば点数来るかもしれませんが、それはちょっと試験によって違いますが、司法試験ではこれ覚えなくても別にいいです。だから司法試験って何を覚えていいか分かんないよね。昇格者って絶対に。これ覚えなきゃいけなそうじゃないですか。でも覚えなくていいんですよ。そういうのは、あの、適宜教えていきます。で、刑法っていうのは、用語の理解がすごく大事で、このいくつか刑法で大事になる用語を説明します。 まず私個人として一番大事だと思っている要は、これ、構成要件という用語ですね。で、構成要件って何かっていうとあの、刑罰法規に定められた犯罪の累計のことですね。これ、何言ってるか分かりにくいと思うので、もっと説明すると、刑法っていろんな条文があるじゃないですか。で、199条って殺人の条文なんだけども、殺人って何をしたら殺人罪かって当たり前だけども、人を殺したら殺人罪ですよね。 で窃盗は何したら窃盗ですかっていうと、他人の財物を摂取することですよね。こういうことをしたらこういう犯罪ですって、そのカテゴリーのこと、こういう類型のことを構成要件って言います。この犯罪が成立するためには、こういう行為をし,てし,な,きゃいけ、ま、しなきゃいけないというか、したらなりますよっていう行為の類型のことを構成要件って言って、これ、構成要件に該当するかしないかとかっていうのがよく問題になるんですね。例えば殺人っていうのがあるけども、 人を殺したらダメな殺人だけども、じゃあ、お母さんのお腹の中にいる胎児はどうなのか。これは、刑法では、えー、胎児を殺すという行為は殺人にはなりません。こういうのを殺人の構成要件に該当しないって言うんですよ。でこれは人、人っていうのは、殺人で言う人っていうのは、お腹の中から生まれてくるときに、あのおぎゃーって出てくるまでに、えーまあ、いくつか段階があるんだけども、体の一部がお腹の中から出てきて、 その段階で初めて、えー、殺人の対象になるんですね。こういうルールがあるんです。こういうのを一部露出せすって言います。から赤ちゃんの体の一部が外に露出したときに、えー、その赤ちゃんを殺したら殺人になるけども、その前、その手前は、えー、と殺人になりませんあ。違う犯罪になりますね。打体罪とかそ,それ系のね。うん。そに一部露出せる。これあとは、落とし物盗んでもこれセットになりません。うん。セットになるのは落とし物ダメです。 であごめんでこれは何になるかというと、遺失物横領罪なんですけども、ちょっとこれ、僕のミスでごめんなさい。あのこれ、条文の数字間違えました。254でした。判断のうちの間違いです。ごめんなさい。254です。254条の遺失物横領罪になります。つまり、こういうことをしたときに、どんな犯罪になるかっていう、その累計が構成要件なんですね。はい、例えば、今の遺失物横領罪だったら、今日のレジュメの条文だと、ここに、 えとあここかな、はいえー、と他人の財物を摂取したら窃盗なんだけども、でも、一執物、落とし物、これに当たるんですよ。一執物に関しては、一執物往路って別のものになるんですね。で罪もあの、他人のものだったら10年以下なんだけども、一執物だったら1年以下っていうふうにだだ、だいぶ軽いでしょ。こういうふうに、そもそもその行為がどの条文、どの犯罪に該当するかっていう区分けを構成要件って言うんですけども。 で、まずこれが一番大事です。ただ、ここで注意なのが、一番大事なこの構成枠の定義自体は、正直論文で使うことはあんまなくて覚えなくていいです。ここもややこしいよね。大事なんだけど、この言葉の理解大事だけど、あんまり構成訳なんとはこれだって書いても点数来ることないんですよ。そうじゃなくて、次に重要な用語は実行行為って書いてるんだけども、逆に実行行為のこの定義、はい、これに関しては覚えた方がいいです。ここややこしいよね。 これは書いたら点数来ることは結構あります。だこれとかこれ覚えなくていいんですこういうこと書いて点数来るような問題はあんまり見ないです。でもこれはめっちゃあります。めっちゃっていうかまあ結構あります。普通に、うん。ここがね、どこを覚えたら点来るかって今分かんないはずなんですよ、皆さんは。で、これは何でかは、もそれはめっちゃ説明に時間かかるから、詳しいことはもう各科目で説明するので、これはまあ一旦置いといて。 ここは覚えた方がいいんですね。これね。構、え、成、ー、要件的結果発生の現実的危険性を有する行為を実行行為って言って。で、そう言われたって何のこっちゃわかんないじゃないですか。わかんなくても、今はいいんだけども、簡単に説明するとね、構成要件ってさっき説明したでしょ。で、これ、実行行為ってその犯罪ごとに違うんですね。殺人の実行行為とか窃盗の実行行為とかあって、殺人だったら、殺人の構成要件って何で,何ですかっていうと、人を殺すことだったよね。 で構成要件の結果発生というのは人が殺されることです。つまり、人が殺されるかもしれないような、構成要件の結果、殺人だったら人が殺されるというような結果が発生するような、現実的な危険性がある行為のことを実行行為というんですよ。めっちゃ知られたと言うと、ここに書いてるように、殺人の実行行為と言われたら、人が死ぬかもしれない行為です。 それやったら人が死ぬかもしれない行為、これを実行行為って言います。で、例を挙げると、こういうことです。人の頭をハリセンで殴っても、これ、人が死ぬ危険性はないでしょ。だから、これは殺人の実行行為にはならないんですが、人の頭をハンマーで殴ったら死ぬ危険性はあるでしょ。それは殺人の実行行為になるんですよ。人が死ななくてもですよ。ハンマーで殴って人が死んでようが死んでなかろうが、それは殺人の実行行為にはなりうるんですよ。 でも、ハリセンだったらどう考えても死なないからならないんですこういう違いです。さらに詳しいことは、刑法であります。で、次に、これ、さっきもちょっと見せましたが、あの刑法って定義が重要で、定義を覚えるっていうのはすごく大事です。他の法律科目も定義って大事なんだけども、刑法は特に大事です。例えば、えこれさっき見たよね、接種の定義っていうのが、占、え、有、ー、者の意思に反して、えー 大物に対する専用者の専用を排除し目的物を自己または第三者の専用に移すことっていうのはあるんだけどもこれはコツコツと覚えていくことをお勧めしますだから暗記って早くやった方が絶対楽なので私はあの入門講座ではここを暗記してってことはどんどん指摘していきますここ今のうちに覚えたこと楽だよってことは言うのでそこを暗記していってくださいでこれって小学者自分で勉強しても まあ分かんないんですよ。どこを今のうちに覚えてらいいか分かんないから、それは、あの、私が言ったところを覚えておけばいいよっていうことにはなります。あ、司法試験を目指す方は基本的にね、はい。で、次に、じゃ犯罪ってそもそも何なのっていう説明すると、犯罪っていうのは、構成要件に該当し、違法かつ有責な行為のことなんですけども、まあ、あの、これは、 えっと、まあ、刑法では必須の知識です。この犯罪の成府の検討の流れと理解、これも必須です。これできてなかったら点数取れないですね、もう刑法に関しては。この順番です。実行行為、結果、因果関係、故意または過失。これが認められて、犯罪は成立します。で違法性と責任、ちょっとまた別なんですけども。で、つまり、さっき言った構成要件ってあったよね。 構成要件。で、これは実行行為からスタートして、結果、因果関係、行為過失っていうのがあったら、これ、構成要件該当してますねってなるんですよ。で、構成要件該当してて、さらに、違法と責任というのも問題になるんですね。ただ、あ,あとね、えっ、ー、と、これ、詳しく説明していくと、まあ、実行行為、さっき言ったように、えー、例えば人の頭をハンマーで殴ったという実行行為ありました。それで実際に人が死にました、これ、結果ね。因果関係ありました。因果関係っていうのは、この実行行為のせいで死んだみたいなことです。 例えば、ハンマーで殴っても、それでは死んでなくて、その直後に誰かもう一人、刀持ってきて、そいつ刺して、それで死んだと。結果的にその人死んでるじゃないですか。でも、それはハンマーのせいじゃなくて、刀のせいで死んでるから、ハンマーで殴った人には因果関係がないって判断になります。あとは、故意過失ねあの。わざと殴ったら故意ですね。えー、っと、うっかり殴っちゃったら過失ですね。それもなければ、もう故意も過失もないわけです。故意が過失で殺人か、過失致死とかってあの罪名変わります。構成要件変わります。 まあそこから詳しい話は今いいです。最後は違法と責任。違法と責任は、これ、あの普通はあるんですよ。だって人殺してたら、それ普通違法だし、普通責任をえってなるじゃないですか。例外的に違法と責任がないようなケースもあって、そういう特別な自由があるときだけ検討すればいいです。他の自由では検討する人ないです。普通の事件ではね。例えばこんな場合、A が B による攻撃から自身を防衛するために反撃した結果、A が、B が怪我した場合。 よく聞くと思うんだけど、これ、正当防衛ですよね。なんか攻撃されたからやり返しました。それで怪我をさせました。それは、傷害罪の構成要件には該当するけども、正当防衛に該当して、違法性、つまりここですね。違法性がなくなるから、この全部の矢印満たさないと犯罪にならないから、ここで切れるんですね。だから犯罪成立しませんと。 だから、これ見たときに、これは犯罪じゃないですって言える人が多いと思うんだけども、じゃあ、どこで犯罪じゃなくなるのって、これ説明できる人、法律勉強してないと無理だよね。ここで言うと、違法性がなくなるから犯罪じゃなくなるんですよ。で、それが分かるような答案が作れてないと、刑法的にはほとんど評価されません。で、これは詳しいことは刑法であるので、あ、そういうもんかと思ってください。なんで、まとめますと、 論文式試験では、犯罪の成否についての検討が求められます。こんなことがありました、犯罪成立しますかと。それは、ここの検討の流れに沿って、またところどころ、この定義ね、これ書くんですね。これ書いて点数を取っていくんですよ。これ、配点ポイントなんでね。書いて点数を取っていって、論じることが重要ですということになります。残り、ね、30分切りましたので、もう一頑張りしていきたいなと思います。 さ続いて、えー、行政法ですね。行政法っていうのは、えーっとまあ、大学だとね、あの必修看護じゃないような大学も多いと思うんだけども、司法試験では出ますねで。行政法って役割としては、まあ、行政に関するさまざまな、えー、規定の相対ですね、うんえー。で、これ要注意なのは、行政法っていう単体の法律、法典はないんですよ。 今まで刑法とか憲法とか、えー、民法とか見たけども、あれ刑法、憲法、民法っていう名前の法律あるんだけども、行政法っていう名前の法律はないんですね。で、えー、じゃあ何をもって行政法っていうのかというと、その行政に関する法律をひっくるめて行政法って呼んでるんですね。で、行政に共通する一般原則や行政事件訴訟法、行政手続法といったこの個別の法律を学んでいくんです。 こういうのを一個一個学んでいって、それをひっくるめて行政法って呼んでるよって話です。だ行政事件訴訟法っていうのは民事訴訟法と何が違うかっていうと、あの国とか地方公共団体とかと裁判するときに使うんですね。そういう行政ってそういうことだよね。で、行政法の分類っていうのがあって、これ今は覚えなくていいんだけども。 行政組織法っていうのと、行政作用法っていうのと、行政救済法っていうふうに分類されて、行政組織法っていうのは、行政主体の組織に関する法律のこと、まあ、組,織組織の法律だからね。だから地方公共団体の行政組織について定めた地方自治法とかがこれに当たるんですね。で行政作用法っていうのは、行政主体の作用ないし、活動に関する法律。例えば行政が、 なんか飲食店とかに業務停止命令とかしますって、これ行政活動ですよね。そういう活動、行政の活動に関する法律です。で、これ行政法の大多数はこれに分類されます。これもちろん大事です。行政組織法が問題になる司法試験ってあんま結構珍しいですね。2は結構出ます。で、一番出るのが3です。行政救済法。 これは違法な行政活動の是正や行政左右によって生じた損害の補填に関する法律ってことで、つまり例えばさっきで言うと、飲食店が行政に営業停止命令を喰らいましたと。で、これを争いたいってなって裁判とか起こすんですよね。これが行政救済法です。行政にされた行為を争いたいとか。 そこ行政によって処分された人を救済するってことで行政救済法ですね。これは行政不服審査法とか行政事件訴訟法とか国家賠償法とかいろんな種類があります。詳しくはこれも行政法でやります。今はもうざっくりで構いません。それで続いて ここね、ここちょっと解説しておくと、はい、じゃあ行政法ってまとめるとですね、え論文式試験っては、これ、行政法って、さっき例えば営業停止命令とかあったけども、営業停止命令ってその個別のいろんな法律があるわけですよ。民法とかでやるわけじゃないからね。あとは建築に関しては建築基準法とか、いろんなね、行政、いろんな法律があって、一番法律の学ぶ種類が多いのはこの行政法なんですよ。いろんな法律で出てきます。だから、そのいろんな法律の資料とかが、 事前に勉強しきれないから、資料とかがね、問題についてくることがあるんですよ。あの、民法の問題とかで、民法の資料がついていくことなんてほぼないわけですけども、事前に勉強してるから、あの、行政法は、その初めて、解かせるような法律とかを出してくるので、事前、その資料とかが提示されて、その検討を求められたりすることが多いです。司法試験、予備試験とかで。で、本番でそういうことが素早くできるように、えー、事前に訓練するっていうイメージが、これ、行政法になります。 続いて、訴訟法ですね。訴訟法は、まず民事訴訟法。民事訴訟に役割は、まあ、当たり前ですけども、民事手続きの、民事裁判の手続きについて定めた手続き法です、はいで。こういうのは、ひっくるめて言うと、これ、民事裁判のルールです。で、これ、ルールっていうのは、これ、めっちゃ単純な想像をしてほしいんだけども、大富豪のルール知ってる人と大富豪のルール知らない人が勝負したらどっち勝ちますかって、もうほぼ100%ルール知ってる人でしょ。 当たり前なんですね。これ、まあ僕裁判ってたまにゲームに例えるんだけども、共通してる部分があって、ゲームって絶対ルール知ってる方が強いんだよ。だから、これルールは本当に上手に使わないと不利になっちゃうんですね。普通に裁判したら勝てるような事件でも、ルールの適用のうまい下で、その結果が逆転するようなことも場合によってはあるぐらい大事です。そのルールを勉強するって感じ。で、うまく使うっていうのは、例えの例で言うと、あの、 大阪に住んでる人と東京に住んでる人がいて、その二人がたまたま北海道に旅行してて、で、そこで交通事故を起きましたと。大阪に住んでる人と東京に住んでる人が北海道で事故を起こしましたと。どこの裁判所で裁判しますかっていう話だとするじゃないですか。これいろんなルールがあるんですよ。北海道で裁判する,することができるようなルールもあれば、東京で裁判できるようにするためのルールもあれば、大阪で裁判するためのルールもあるんですよね。 で大阪に住んでいる人は、これ大阪で裁判の人が有,有利というか楽でしょ。大阪に住んでて、わざわざ東京とか北海道まで行かなきゃいけないわけです。東京は逆だよね。東京の方が有利だ。有利というか、まあ、いいよね。こういうふうに、えー、有利に進めるためのルールがあって、えー、自分が有利になるように、どういうふうにルールをうまく活用したらいいですかみたいなことが、試験で問われたりします。で、えー、あとね、えー、基本概念。まあ、こういういの 覚えていかなきゃいけなくて、これはまあ今、軽く紹介程度で見ていくと、まずね、処分権主義っていう概念があって、これは原告、訴える人を原告っていうんだけども、原告が審判を求め、かつその対象を特定限定できること。でまた、当事者がその意思に基づいて判決によらず訴訟を終了させられること。まず 一部目から見ましょうか。原告が、その審判を求め、つまり原告が訴えますって言わなければ裁判が始まりません。当たり前だけどね。だから裁判所とかが、あ、なんかそこ争うことありますね。裁判してあげますよとかって言ってくることはなくて、私たちの方から訴えるわけですね。で、それについて、じゃあ何を訴え、何を訴えたいか、何を裁判所に判断してほしいかも、私たちが提示するんですよ。 例えば、私がなんか交通事故とかあって、ちゃんと計算したら1000万の損害が発生したとするじゃないですか。じゃあ、もちろん1000万の損害賠償を請求するのが普通なんだけども、私がこれ裁判するときに500万を請求するって言ってもいいんです。こういうのを処分権主義って言うんです 私が処分できるんですね。そのい,くいくつかって処分に関しては。だから、私がその対象を特定限定できる。1000万の損害があっても500万だけ請求するってことができて、裁判所が裁判やってあ、この人1000万の損害あるわと。500万って言ってるけど、1000万じゃないかって言って、1000万払えって判決が許されるかっていうと、許されないんですよ。原告が500万って言ってたら、500万の範囲でしか裁判できません。こういうのが処分権主義です。これ結構司法試験出るんですね。こんな判決してもいいですかとか。 で、次に、当事者がその意思に基づいて、判決によらず訴訟を終了させられることです。例えば、訴えて、私が例えば勝てそうだとしても、もうなんか裁判もういいやと思って、裁判辞めますっていうことはできたりするんですね。取り下げとかっていうんだけども、えー、つまり、もう自分で辞めたりすることもできる。判決を待たずに辞めたりできるんです、ね。こういうのが処分権主義です。で、弁論主義っていうのがあって、えー、弁論主義っていうのは、 えと判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料の提出を当事者の権能と責任とする建て前って、まあ、めちゃめちゃ難しい言葉使ってますよね。わ、うんまあ、かりやすく言うと、裁判所に主張するのは当事者なんですよ。裁判官があのこ,うこういう主張あるでしょとかってあのリードしないんですよね。当事者が自分がどんな損害を被ったか、どんどん自分で言わなきゃいけないんですよ。 交通事故がありました。仕事できなくなりました、給料をもらえなくなりましたっていうときに、仕事できなくなりましたって当事者から言うんですね。言われたらその事実を本当かどうか裁判所,裁判所が言われてから審査するんです。言うまで、あなた仕事できてないじゃん。そんな足骨折したら。仕事できてないんだから、ちょっとあんた言ってないけども、仕事できてないって認定するねとかは許されません。当事者が言った事実だけを裁判所は審理するっていうのが、これ、弁論主義って言います。 でえー、次に主張責任、ね、これはさっきと関わってくるんだけどもだから当事者が事実を主張しなければその事実を要件とした事故に有利な法律効果の発生が認められないっていうのが主張責任っていって。 だから、えー、怪我しました、仕事できなくなりましたっていう、仕事ができなくなったっていう事実を当事者が主張しなければ、えー、それに基づいた有利な判決はもらえませんっていう、主張してくださいねっていうのが主張責任なんですね。で、立証責任というのは、それを証明してくださいということです、えー。ある事実が真偽不明の場合に判決において、その事実を要件とする事故に有利な法律効果の発生または不発生が認められない。 ことになる一方当事者の不利益の負担っていうんだけども、えー、こんな難しい言葉今覚えなくていいので、えーと、怪我しました、損害しましたって主張する側が、いくら損害があるのかっていうのを主,主張した上で、さらに証拠を出さないと、その人は勝てませんよっていう、えー、理屈です。これはあの裁判ってあの やった結果、どっちかよく分からないってことは、もういっぱいあるわけですよ。証拠が十分なくてね。その時に分かるまで続けるんだったら、一生裁判って終わんないじゃないですか。分からないときは、じゃあもうこっちの勝ち、こっちの負け、分からなかった時の勝ち負けを決めるルールだと思ってください。立証責任っていうのは。立証できなかった方が負けるんですよ。立証責任を負う側がね。こういうのを立証責任って言います。で、こういうふうにまとめると、 論文式試験ではです、ね、基本概念等をまあ具体的事例において、どのように適用するか、問われることが多いですね、こういう弁論主義を使ったらこうなる、処分権主義を使ったらこうなる、主張責任からするとこうなる、立証責任からするとこうなるというふうに、基本概念を具体的事例に当てはめるとどうなるかというのは聞かれますから、基本概念をしっかり理解することが大事ですよという科目です。 続いて、えー、刑事訴訟法を見ていきますね刑事訴訟法の役割っていうのは犯罪の捜査や、えー、控訴公判についての規定です。えー、これ、まあ、刑事訴訟法だから、刑事裁判をするのがすごい分かりやすいと思うんですよね。被、う、告、ん、人、この人は被告人は殺人罪を犯しました、死刑にしましょうとかって検察官が言って、弁護人がいやいや、この人は無罪なんでするとかってや,やり合う、これ、刑事訴訟ですよね。 これはまあみんな知ってる、それを公判っていうんだけども、その前の犯罪の捜査も刑事訴訟にあるんですよ。えー、警察がどういう捜査ができるか、こういうのも刑事訴訟法にあるんですね。で、刑事訴訟法で大事なのは、この被疑者被告人という捜査される側、起訴される側と、警察検察っていう捜査・起訴する側の戦いなんですよ。で、これって言い換えると、人権保障と真実発見の戦い、そのバランスなんですね。 例えばあの人、薬やってんじゃないのって思った時に、どうやったらその真実わかるかっていうと、その人の家調べればいいですよね。家入っていって、引き出しとか開けて、薬ありました。覚醒剤ありました。で違反です。違法です。っていうやったら真実わかるけども、それってめちゃめちゃ人権侵害してるのわかります。家に入ってこられて、家の引き出しとか勝手に開けられて。そんなこと普通は許されないんですよね。でも真実発見するためにはそれしなきゃいけない。そういうバランスをいろんなルールでとってます。 場合によっては家に入って家の引き出しとか勝手に開けてもいいんですよ。そういったらどういう時にそれができるかっていう話です。で、これも操作における基本概念。これめちゃめちゃ重要な概念があって、えー、操作はまず任意操作を原則とします。任意操作っていうのは相手の同意があって。ちょっとカバンの中見てもいいですかっていう聞いて、あ、見てもいいですよってカバンの中は見せてもらう。これ任意操作ですね。 で強制処分というのは、刑事訴訟法の定めがある場合のみ認められるんです。強制処分というのは、それは無理やりです。カバンの中見せてください。嫌です、見せたくありません言われた人に対して、無理やりカバンを奪って開けて中身見るみたいな、こういうのを強制処分っていいます。これは法律に定めがないと無理です。でこの強制処分は、裁判官の令状が必要です。はい、この令状主義って言いますね。 この強制処分と任意処分の区別がめちゃめちゃ大事です。めちゃめちゃ司法試験に出ます、これね。例えば刑事訴訟法の197条にちょっと見るとね。これなんですね。えー、捜査については、この目的を達するために必要な取り調べをすることができる。この取り調べっていうのは、捜査って意味です。必要な捜査ができますよってこと。 できるって書いてるから縛りないじゃないですか。必要だったらできる。こういうのを任意操作っていうんですね。これは任意操作が限度です。ただし、強制の処分は、つまり無理やりやる場合は、この法律に特別な定めがある場合でなければできない。だから原則任意操作はできるんだけども、強制的なものは法律に特別な定めがないとできませんよっていうのは、この197条ですね。 でまあちょっと後の概念はちょっとまあ入門レベルじゃ難しいので、ちょっと飛ばしますよね。ちょっと時間の関係もあるので、別にあのこれ全部説明することが大事なわけじゃないんで、あの法律の全体像を知ってもらいたいだけだったんで、ちょっとここは飛ばしたいと思いますが、あのちょっとこんな風にまああのうに、司法試験ではこの捜査の適法性とかね、さっき言ったね、あとは証拠能力、ここだけざっくり説明すると、伝文証拠ってみんな聞いたことないかな。 人から聞いた証拠人から聞いた話をその裁判で証言しても、それ証拠にしちゃダメだよとか、どんな証拠を刑事裁判で使えるかというルールとかがあって、こういうのもよく出るんですね。こういうの証拠能力って言います。例えば、無理やり捜査して、無理やり見つけたものとかを証拠に出されたら、困るよね。人権保障も、人権保障できてないじゃないですか。そういった無理やり見つけた、違法な捜査で見つけた証拠は使えませんよってなることもある。 こういうの証拠能力がないっていうのも、こういうのは問われることが多いので、その判断基準とか、その判断基準の理解、論理的思考力。何が伝文証拠かとか、めちゃめちゃあの論理的な基準があるので、しっかり理解してないといけなくて、論理的思考力はかなり問われる科目ですね。はい。で。 え続いて、えー、行政事件訴訟法っていうのを見てみます。えー、行政事件さっきもね、行政法出たんだけども、まあ、行政法の中でも行政事件訴訟法っていうのがあって、別に行政法と行政事件訴訟法って別の科目があるわけじゃないんだけども、なんかたまたまこれ、あのそういうレックのね、目次がそうなってたから、それに合わせてるだけです。で、行政事件訴訟法っていうのは、えー、とこれ、民事訴訟の特別法なんですよ。行政訴訟っていうのは、基本的にまず民事訴訟でもあるんですね。裁判じゃ、あの、犯罪じゃないじゃないですか。あの普通は。 だから犯罪じゃない行為なんだけども、その役所のこの決定がおかしいとかっていうのを争うので、まあ、民事訴訟の特別法と考えるので、こんな条文あるんですね、行政法事件訴訟法の中に。行政事件訴訟法に定めがない事項については、民事訴訟の例による。だから、定めがあるところだけ行政事件訴訟法を使って、民事訴訟法、行政事件訴訟法に決まりがなかったときは、民事訴訟法を使いますよっていう風になっています。 で行政事件訴訟法っていうのは、いくつか類型があるんですね。これ、行政事件訴訟法2条っていうのがあって、これ、レジュメに載っけてるので、見てもらうと、この法律において、行政事件訴訟とは、広告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、および機関訴訟という、この4つの種類があるよってはっきり書いてあるね。行政事件訴訟って、こんな4つだよって。で、さらに、 この4つ、まあ、だからさっき書いたこの4つをこう載せてるんだけど、それぞれに条文があるんだけども、この広告訴訟はですね、かなりさらに細かく、ここからさらに細かくに、ね、細分化されるんです。これめっちゃ大事で、あのこれ、レックのテキストで言うと、85ページ。85ページにこんなね、表があるんですね。 これちょっと見てほしいんだけども、今見た行政事件訴訟法2条の行政訴訟には4種類ありますと、広告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟があって、この広告訴訟だけさらに分かれるんですよ。取り消し訴訟、を無効確認等の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差し止めの訴え、さらに取り消し訴訟が処分の取り消しと採決の取り消しで分かれたりとか、ここだけやたら細かいよね。 一応そういうもんだと思ってください。詳しくは行政法でやるんだけども。で、こういうふうに細かく分かれてて。で、これ論文式試験ではですね、これめっちゃ多いんです、この問題が。どの訴訟類型を選択するか。つまり、この中でどれを使うのがいいですかって問題。よく出るんですよ。で、これだからちゃんとあのこう理解して、どれになるか、どういう時にどれを使うかはちゃんと理解してください。司法試験、本番までにね。 これ外すと、本当にあの0点とかになってもおかしくないです。そういう話ですね。はい、で、最後のページ行きます、はい。最後に取り上げるのは憲法訴訟論という話で、えー、憲法訴訟って何かっていうと、ここに書いてあるんですけども、 憲法訴訟っていうのは、民事訴訟とか刑事訴訟の中で、憲法の争点について議論することを憲法訴訟っていうので、憲法訴訟っていう独自のものがあるってイメージじゃないんですよ。最初から憲法訴訟しますよと、なんか民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、憲法訴訟って分かれてるわけじゃなくて、民事訴訟とか刑事訴訟をやったときに、たまたまその判断の中で、憲法について判断しなきゃいけなくなった、そういうのを憲法訴訟っていうんですね。で、 つまり、別に最初から憲法違反がどうかっていうのを問題にするというよりは、途中で憲法を解釈しないといけなくなるようなケースで、過去の例で、非着出士の法廷相続分を着出の2分の1とする規定とか、存続殺人の法定刑を死刑および無期懲役とする規定とかがこれ違憲とされた、これ、詳しい話は憲法の本番でやるからいいんだけども、つまりこれ、両方とも実際にある民法とか刑法の条文なんですよ。 実際にある民法の相続の条文とか、刑法の殺人についての条文とかが、この条文が違憲だ、憲法に反してるって言って判断された。でこういうのって、相続とか殺人とかが起きて、それが適用されたときに、初めてそれで不利益を受ける人が、いや、この条文は憲法に反するぞって言って、その瞬間、憲法訴訟になるんです、ね。というイメージです。 で、憲法訴訟には基本概念があって、まあ、これも、まあ、初学者で理解するのはきついんだけども、一応レック目次でこれ作ってるから、僕もこれ紹介している程度で理解してください。えー、まず、憲法判断回避のルールっていうのがあって、基本的に、あの、憲法上の争点に、え論求せずに法的解決ができる場合は、これ、憲法判断しません。しません。うん。例えば、 この存続殺人という罪があったんだけども、そもそもあなた無罪ですっていうときは、存続殺人が違法だろう、違憲だろうが何だろうが、もう存続殺人適用しないじゃないですか、無罪なんだから、正当防衛とか認められたらね。だから、そのときはあの検討しないんですね。はい、無罪です、終わり。で次に、憲法判断回避のルールってあって、ある法令を文言通りに介すると違憲となる場合に、憲法的、価値的に合憲的に限定解釈する。さっき、 まあ法律はゴムパンツみたいな問題、いろんな解釈の仕方があるよって言ったけども、その解釈の仕方の中に、こう解釈したら憲法違反になる、こう解釈したら憲法違反にならないっていう、いくつか解釈ができるようになったら、憲法違反にならない解釈を基本的には取りますっていうのが、えー、意見判断回避のルールです。どう解釈しても憲法違反になったらもうしょうがないね。そういう判例なんだよね、これはね。どう解釈しても憲法判断になっちゃうんです、この2つは。 で次、えー、法令意見と適用意見。これ何かっていうと、法令意見は適用される法令を違憲と判断する場合で、えー、適用意見は法令自体を違憲とせずに、えー、適用の仕方が違憲だって判断する場合なんですね。で、何かルールがあって、そのルールっていうのを、えー、ともうそれ自体が違憲ですよという場合もある。それはもうしょうがないから、そういうの法令意見ってうけど、法律そのものがもう違憲なんです。 まあ、存続殺人というのはあの、親とか殺したら、普通の殺人よりも重く処罰されるというのが昔あって、まあ、これが違憲ってなったんですけども、まあまあ、法律そのものが違憲だみたいなときは、これね。で一方で、適用意見は、法律そのものは違憲じゃないんだけども、その適用するときに違憲になりますよということで、まあ、例えて言うんだったら、 あの建造物侵入とかあるじゃないですかあの、建造物に勝手に侵入しちゃいけないよってこれ、刑法にあるんだけども、そんなの違憲なわけないじゃないですか。建造物に侵入したら違憲に決まってるんですよね。でも、なんかその、とある表現活動をするためにどうしてもその建造物使う必要があって、それをなんか、無茶苦茶な解釈で入ってくるなって言われて、いや、入れるはずだ、表現の自由が保障されてるんだって言って入ったと。その時に、その時にあのはい、この人あの、建造物侵入ですって言った時に、場合によってはこれが、 剣道物侵入って言うべきじゃない時もあるんですね。そういう時に、この人にこの剣道物侵入を適用するのはさすがに違憲でしょっていうような時に、これは法律そのものは合憲だけども、この人に使ったら違憲だよねっていうのを適用意見って言います。で、法令意見と適用意見っていうのは書き方が全然変わってくるので、あのどっちで書くかはちゃんと意識して書けるようにしておいてください。あの司法試験とかではね。 でまとめますと、えー、論文式試験では、ですね、この合憲改憲、か、まあ、基本的にこれ聞かれますね。合憲かいかを判断する、ある法律、もしくはある適用がね、はい、その中でこの、こういう基本概念を正しく理解しておくことが大事ですよということになります。一応、ここまで、レジュメの説明、ここまでで、最後に勉強法とかのアドバイスとかは、ちょっと残りの時間できたらなと思っております。 でまあ、予習・復習の仕方とかもいろいろあるんですけども、あの予習・復習の、あまあ、予習・復習は私特に指定はしません。何か予習してきてくださいというのも特にないし、復習も、あのーまあ、原則何も言わなければ何もしなくても構いません。例外的に言うときは言います。で、ただ、自主的にする場合、どういう優先順位でするのがお勧めかっていうと、まず、一番最優先はですね、あの暗記してって言ったところを暗記するところです、ね。 これ暗記してほしいところは、あの、個別で指摘します。今日はないです。えー、時間以降出てきます。あとは、まあ、概念とかの理解ね。例えば今日で言うと、構成要件とかって説明したよね。構成要件とか実行行為とか。ああいうところが、ちょっと意味わかんないなっていうときは、レックのテキストとか見返して、理解できるようになってください。暗記と理解は別だね。暗記っていうのは、この、レジメのこれ隠したりして、そこ、そのまま言えるかとが暗記だよね。理解は、書いてあることを理解すれば OK。これは一番大事です。 今日は特にないです。まあ、見なすと、あの、推定するの違いぐらいかな、うん。で、それは理解ね。うん。で、2つ目の優先順位として、これは、この2番以降は本当にやる気がある人だけ限定です。まあ、強制しません、全く。1番も別に強制してないし。で、2番に関しては、これね、あの、担当問題ってあるんだけども、えー、担当の、あの、演習ですね。 でどういうことかっていうと、今日はこれ、別にやんなくていいんだけども、も復習として担当の演習をお勧すすめで、これ、担当問題って、あの例えば民法で、まあ総則今日ここまで進みましたってなったときに、それにあの、なんていう、その範囲に相当する担当の過去問とかを解くのはめっちゃいい勉強になるんですよ。で、これ、じゃ担当の過去問、どうやって手に入れるんですかっていうと、基本的に、その体系順に並んでいる市販の問題集とかがお勧すすめですね。 体系順です。これ。年代順じゃなくて。体系順じゃないと、今日ここまでやったから、それに合わせてってできないじゃないですか。それ体系順だったらできるんで。これおすすめです。あの、早期合格したい人限定ですねあの。そこまでやる気ない人にこれを求めてないので、これは自由です。いろんな環境の人が受けてますから、これ。で、それよりもさらにやりたい人。これも超上級者ですね。ねそれも論文の演習やればいいです。 ただし、担当はこれ、過去問がおすすめですけども、えっ、ー、と、論文はこれ、あの、過去問じゃなくていいです。あの、まあ、その他、簡単な、簡単な方がいいですね。あの、難しいから、論文は。それはまた、お手頃なもの探せばいいと思うんだけど、やりたい人はね、同じですね。該当する箇所。 今日習った該当する箇所の論文の実際の演習っていうのを自分で解かなくていいです。あ、こういう問題が、事例問題があって、こういう回答例なんだ。それ読む程度でいいですが、やるとすごい力はつきます。が優先順位は1、2、3です、ねうん。で、あのこの2番に関して、この過去問って、あの、こう、なんか、後半になってまとめてやりたいとかって人がたまにいると思うんだけども、それあんまお勧めしません。 あのまず過去問ってめっちゃ量が多いから、後半にまとめてやろうとしてもあの、できないことが多いです。消化不良に終わることが多いです。で、じゃあ今から頑張ってやれば、まあ多分全部できると思うんだけども、それじゃあ後になってなんか過去問全部やっちゃって、なんかそれ繰り返しやっても覚えちゃってもう解く問題なくなったらどうするんですかっていうと、もうそうなったら勉強しなくていいです。さっきも言ったように、数学、大学数の数学ってもう10年分やっても11年目の問題解けなかったりするけども、 あの司法試験の過去問担当が10年やれば大体解けるようになる、もう20年やればもっと解けるようになるので、もうあのそんな、もうそこまでやった人がもう繰り返し他にや,やんなくていいですもん。だからもうそれもう全く気にしなくていいくて、時間も計らなくてもいいです。過去問なんてじ担当がね、時間計らなくたって全く問題ないです。練習すればかすぐ早くで解けるようになります。全く問題ないですね。はい、そんなところですね、はい、復習の,あの優先順位はね。 でセブンサミットとかは、これは何か読んだ方がいいんですかっていうと、別に読まなくてもいいです、うん。で、ただ興味があれば読んでください。興味があるところだけ読んでもいいし、全く読まなくても全部読んでも,もう自由です。これはどっちでもいいです。はい。で、えー、あとそうだね。最後に、えー、と質問とかの話をしましょうか。質問っていうのはあの、基本的にウェルカムですあの。何の質問をしてくれても大丈夫です。法律の質問でもいいし、えー、一般、あの 予備試験の一般教養の質問でも大丈夫ですあの。基本的に私、その場ですぐ答えられなくてもあ、じゃあこの問題調べてくるわって言って、次の講義には答えられます。私、一般教養得意なので、あの数学の問題とか、どの問題でも答えられると思うんで、あの時間くれたら。それはあのぜひ質問してください。もし興味があれば。 あとは、なんか公務員とかが目指されている方で、もし公務員の過去問とかで法律以外のものでも結構解けるもの多いと思うんで、それも同じように時間くれたら、ほぼ確実に次の講義には答案じゃない、あの教えれる状況なので、もちろんその公務員、志望の方で、他に公務員の指導担当の先生いる方はそこに聞いてくれても全然いいんだけども、私はもうどんなジャンルの質問でも別にウェルカムなので、でいつしてもらうかに関しては、 あのこれ、10時に終わるので、基本的に10時から質問を受けちゃうと、その、私は何時まで残ってもいいんだけど、その職員の方が、わ、ま、れ、あ、我々帰んないで職員の方帰れないので、ちょっと労働法的な問題もいろいろ起きちゃうのであの、まあそこはちょっと空気読んでって感じで、ただ、授業開始前は、まあ、遅くとも15分前にはあの必ずいるようにしてるので、もっと早い日はそれよりいるし、なんか、まあ皆さんの感じ見ても早い時に来たりとかいろいろするので、本当に自由にどんな質問でもしてください。 はい、そんなところで、えー、と今日の講義はここまでになります。で、次回からは6法はできれば持ってきてくれたらいいし、まだ買うの迷ってますって言という人はなくても構いません。次回は6法と民法のセブンサミット持っている方は民法セブンサミット、えー、と民法のレジュメ持ってきてください。では、今日の講義は以上になります。えー、お疲れ様でした。